はい、皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。すいません、ごめんなさい。なんか Google が反応してしまいました。すいません。今日のゲストは、福岡広島の、福山市代表を務められていらっしゃいます、小川博之さんにご出演していただきます。ですね、今から小川さんの方にお電話をおかけしたいと思いますので、ちょっとお待ちください。びっくりした。Google がね、なんかこちらこそってなんか喋ってしまいました。はい。小川さん、今日初めて、ツイキャスのゲストで出ていただけます。嬉しいです。もしもーし。こんばんもしは。もーし。こんばんは。こんばんは。あ、これ、聞こえます。ダメですね。ごめんなさい。すみません。ちょっとハウリング。止まったはい。はい、かしてな。ますね。はい。はい。小川さん、すみません。なんかこう、イヤホンマイクか何かお持ちでしょうか。はい。いや、今ね、イヤホンマイクに接続してね。はい。あ、止まってはい。ますね。大丈夫です。それはい。で、今ですね、パソコンの画面見ながらですね、はい。お話ししてるんですけど、パソコンの画面の電源、音声を切ったんですよ。今、大丈夫になってます。ありがとうございまあ、本す。当ですか？ははい。い、すみません。はい、よろしくお願いします。皆さんはい。はい、こも、ちらこそよろしく。大丈夫です。小川さんの声が聞こえているようです。はい。そんな感じですね。はい。はい。あ、ちゃんとコメントを見ていただいはい。てますね。ありがとうございます。ポギーさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございま す。はい。もう今日、小川さんに、この間、初めてね、お電話でお話しさせていただいたときに、その、ツイキャスでですね、もちろん、この間のね、ふるさとの風、潮風の公開収録のこともお聞きしたいんですが、シェリーさんももう本番までお楽しみで、お楽しみでというか というおふう楽しに、みで、ははい。い、まだ聞かずにいる、小川さんが高校生時代に、あ、はい。はあ、そい、の話から行くんですか？いや、そんな話がもう気になってしょうがないんですけど、あ、そうですか。どうしましょうか。もう順番から、はですね。い。私的には、はい。牛尾さんが聞いとるで、と。聞いとるでとね、聞いとるで、はい。ありがあとうりごがざいたます。い、温かいはい。お声が。ありがたいですあ、ね。はい。最初にまず、自己紹介を軽くしていただけはるとい。ありがたいです。そっちから行った方がですはね、い、そうですね。ごめんなさい。いいかなと はい、す思いいまます。せん。はい。はい。はい。私、広島県福山市出身の小川博之と申します。お世話になります。よろしくお願はい、いいこたちしらになりまます。す。はい、こちはらこい。そ。はい。昭和46年生まれなんですね。はい。はい。で、自己紹介ですね。そうです。結構ですね、はい。小学生の時からですね、帝国海軍の軍人に憧れてたんですよね。はい。あ、ちょっとお写真さっきいただいたやつを。ああ、そうです、そうです。はい。敬礼した写真です。これね、海軍さんはのい。ね。帝国海軍の、はい。は帝国い。海軍の。はい。あ、で、小学校時ああ、これ代でかすね。ら好きだったんですか。はい、そうなんです。はこい。のですね、うん。実は連合艦隊司令長官山本五十六はというでい、すね、はい。三船敏郎さんが演じる映画を見たときにですね、こはい。の白いこの服にでうすね、憧んうん。れてですね、いつかこの服着たいなと。はい。はい。そうはでい。すか。うん。はい。広島って、まあ、あの、えっと、まあ、有名なね、大和の記念館なんかもありますけれども、ありますね。そういうのも別に、影響があるとかではなく。それはですね、まあはい。最近の話なんでですね、はい。もともとはやっぱりその、昔映画でね、そうん。ういうのがやってたっていうところですね。へえ、それからあと、ですね、これすごいなと思ったのがですね、実は帝国海軍はですね、実は潜水艦の中に航空機を搭載して、んう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 ん。向こうの大陸まで行って、なんていうの、アメリカ大陸を爆撃しようっていう計画を立てたですね。へえ、初めて知りました。
そうなんです。そこまでは知らなかったです。はい、あ、実はですね、その、世界で唯一その、あ、フランスとかドイツもですね、その、作ってたことは作ってたみたいなんですけれども、唯一その運用してたのは日本だけみたいな感じでですね。そうなんですね。で、これが要はその、アメリカがこれをその戦後というか戦争が終わってすぐですね、接収して、なんだこりゃというところで、まあ、びっくりしますよね、それはね。そうですよね。飛行機が搭載できるね、潜水艦、しかも3機も搭載できる潜水艦。すごいですね。すごいですね。それが、当時ね、ゼロ戦の 6倍の値段とかいう感じですよね。だから、今でいうとこの、にね、日本車でいうとこのレクサスの最高級車みたいなところがなんでしょうね。今、はい、詳しい方が E400 っていうふうに。あ、そうです、そうです。E400。はい、教えてくれてます。ちなみにその、ヤマトミュージアムのですね、目の前にね、鉄のクジラ館ってあるんですよ。ありますね。はい。あ、見たことありますか？見たことあります。はい。あ、あります。そこのね、そこには、その E400 のね、潜望鏡が残ってるんですよ。そうなんですね。私、ちょうどね、定休日みたいな感じで入れなかったんで、次、広島に、今年いっぱいで宮島の、修理が終わるということで、ね、秋の宮島の、それが終わったら行って、その、資料館も見せていただこうと、ただでんねん。あ、ただなんですね。はい。ただで、そう、ただなんですよ。はい、そうですか。そうそう、あのね、シェリーさん、神戸じゃないですか。はい。ですね、その、鉄のクジラ館っていうのがですね、潜水艦のことも説明してあるんですけれども、あとね、掃海ってわかります？掃海機の。はい。嫌いっていうのが、こう、海の中にね、アメリカ軍がばらまいちゃったんですね。はい。それを除去するためのですね、作業をされてらっしゃる、あ、そう、機雷掃海出てますね。そう、その機雷掃海の説明がしてあるコーナーがですね、半分ぐらいあるんですけど、実はですね、そのシェリーさんになぜこの話をするかっていうとですね、神戸のね、港の沖でね、爆発させてる写真があるんですよ。あ、神戸の港まで持ってきてですか。へぇ。神戸の、あの海の中に機雷が沈んでたんでしょうね。ああ、そういうことですね。はい、なるほど。日本が戦後すぐに機雷の、なんていうんですかね、機雷掃海っていうんですか、はい、を、やってたっていうのは知ってるんですけど、はい。はい。そうですね、はい。そうなんです。そういうこと。そういうのが展示があるんでですね、もし来られるときはですね、このあたりもちょっと勉強して来られると、そうですね、ちょっとより楽しめるんじゃないかなと。より楽しいですよね。火曜日休館日なんです、書いてあります。ねえ、そうですか。火曜日に多分行っちゃったんだと思います。はい。あとね、機雷掃海ってね、テンポイントさん書いてくださってます。ああ、皆さんよくご存知で。やっぱりそうですね。ねえ、展示のナレーターが、タモリクラブ、前のタモリクラブのナレーターさん。へえ、そうですか。ねえ。あ、そうそうそう。そう。日本がトップレベルなんですって。世界で。それは、すごいですね。で、今から戦後77年ですから、80年ぐらい前にその技術を持ってたんですね。潜水艦の中に3機も。はい。あ、そう、それでしかもですね、あれなんですね、その、潜水艦の中に搭載されてた飛行機のですね、訓練してたのがですね、これなかなかほとんどの人ご存知ないんですけど、ご存知ないっていうか、公表あんまりされてないからご存知ないんですけど、福山に、その、練習訓練基地があったんですよ。あ、そうですか。へぇ、福山に、友の浦の辺でしょうか。昭和20年のね、5月ぐらいから、はい。訓練したみたいですね。へえ、そうなんですね。そうなんです。うん。これ、ですね、実際にそのセーランっていう飛行機なんですけど、セーラン見たことがあるっていうね、おじいちゃん、3年ぐらい前にちょっとお会いしましたですね。あ、生き証人ですね。はい。生き証人、はい。はい。まあちょっと、まあすみません、余談がね。いやいや、なんかもうさっき牛尾さんが筋金入りですよという、教えてくださって。ねえ、詳しいですね。自分ではそこまで思ってないんですけど。じゃあ、その子供時代にその映画を見て、もに、帝国海軍かっこいいなと思われて、よし、海上自衛隊に入ろうっていうふうにはならなかったんですか？それがですね、
この話しだったら多分ね、5時間ぐらい。あ、そうなんですね。簡単に話をす るとはい、ですはね、い。うん。中学校に進学したらですね、はい。ちょっとね、あれですね、深夜番組とかですね、はい。鶴光のオールナイトニッポンっていうね、ご存知ですね。いや、わかります、わかります。はい。はい。あのあたりとかですね、はい、ザ・ベスト・ヒット・ユー・セイっていうですね、洋楽の番組。ああ、そうですね。あのあたりにハマっちゃってですね、勉強しなくなっちゃったんですよ。はい、本当に、昔のね、学生さんってラジオ聞いてましたよね。勉強しないで、もう机に座って何やってるってラジオ聞いてましたね。そうはい。あ、そうそうそう。あのね、うん、山猫さんって方がですね、夢タウンの会長さん、E400、そうですよ。E400、山西会長さんね、もうお亡くなりになったんですけど、E400乗られてましたですね。あ、夢タウンってあれですね、広島とか岡山に行ったあれスーパーですよね。そうです、そうです。はい。そうです。はい。そこのですね、うん、会長さん、E400 に乗って、出撃してる時なんですけど、その時に、なんですか、はい。で、その時に一緒に乗ってた戦友さんに、うん、実はその干し柿がね、食べたいみたいなことをこう、お話しされた時に、うん、じゃあ自分はその戦争が終わって、干し柿売ろうと思って、売り始めたのが、その、夢タウンの始まりなんです。始まりはそこからですか。そう、E400 が始まりで、それであんなに大きなスーパーマーケットが、はい。はい、E400 とともに大きくなった。ね、そうだって、はい、じゃあ、生還されたんですね。乗ってたけど。そうですね。はい、なるほど。ですね。ウルシー攻撃は確か8月17日だったと思ったんですけど、うん、その前に戦争が、ね、そうかそうか終戦になって、なるほど。それで、その後に、司令官の有泉辰之助さんは拳銃自殺されて、うん、飛行機も全部海中投棄したんですね。ああ。はい。これがですね、うん、フィリピンの沖のウルシー環礁ってとこにある、うん、敵の機動部隊に特攻攻撃をかける予定だったんですよ。はい。はい。はい。まあ、それもね、なくなっちゃったっていうことなんですけど、すいません、なんか話が発展しましたね、いや、本当に詳しいですね。いや、勉強になりました。山猫ちゃんも詳しいな。はい。うんうん、小林克也さんって書いてます、テンポイントで。はい、すみません。へぇ、そうですか。はい。E400 に関してはね、うん、もしかしたら YouTube にね、さらば海底空母、幻の E401 って言ってですね、はい、水野晴郎さんが、MC されたですね、番組の YouTube 多分残ってると思うんでですね、はい、だからまあ見ていただければ、はい。はい、もう一回だけタイトルを教えてあげてください、はい、皆さんに。あ、さらば、うん。さらば海底空母。さらば海底空母、なるほど。はい。海底空母じゃないんですけどね、本当は海中空母になっちゃうんですよ、うんうん、ね。海中潜水艦ね。うん。さらば海底空母 E401、幻のパナマ運河大爆撃っていう多分題名だったかな。あ、そうです。シベリアと都道の水野晴郎さんです。はい。ね、映画解説者されてた、もう亡くなられてしまったけど、水野晴郎さんが、ね、はい、はい、解説されてるんですね。そうですね。はい。MC されて、当時の生き残りの方のインタビューもね、あ、もう今、ポギ中佐が、うん、入れてくれました。うん。あ、ポギ中佐、はい、はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あ、こちらの方、はい、皆さんまた、時間があるときにご覧ください。はい、すごいですね、はい。今はね、お母さんの話をぜひ聞いてくださいね。はい。それで、ですね、うん、中学校の時にね、全然その仕事もせずにですね、うん、仕事は勉強もせずに遊んでたんです。はい。本当遊んでたんですよ。はい。勉強してないんです。それで、中学校3年生ぐらいにですね、うん、サバイバルゲームブームっていうのがやってきたんですよ。はい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 。ちょっとお写真。これは、今の中学校3年生の時の写真じゃないけど。あとでちょっとそれは。あ、これは後ですね。はい、わかりました、うん。サバイバルゲームブームがやってきたので、ですね、うん、それにのめり込むのようになっちゃったんですね、はい。それで。サバイバルゲームブームなんてあったんですね。あったんですよ、ね。はい。私は、ごめんなさい、女だからかな、知らないんですけど。です、うん、私が今51なんで、はい。だから、うん、35年前ですか、うん、うん、うん。はい。はい。そうなんですよ。はい。それは、今のサバゲーって言われるサバイバルゲームみたいな感じではなく、また違うんですか？よく、あれですよ。よく似てますけど。あ、似てるんですね。うん。ほぼ、
ほぼ同じですね。そういう場所に行くわけですか？そうですね、へ場所、今の方がね、かなり充実してますね。はい。でも、もう当時もそういうこう、そういうゲームを楽しむ人たちが集まって、まあ、BB だ、そう、ビビ BB 弾っなんてやてやつ。つですよね。はい、白いババババババっていう。そうです。で、当たったとか当たってないとかっていう、チコシンプス。はい。で、まあ、組み方に分かれてやってたんですはい、そうなんね。で、そういうことしてます。でですね、勉強もしてなかったというところもあるんですけれども、高校はですね、うちの祖父にですね、亡き祖父にですね、ですね、姫、ダウンタウンの浜田さん分かりますよね。わかります。ダウンタウンの浜田さんが卒業されたですね、姫路の方の日生学園第三高等学校っていうところに入学したんで、有名なあの偽学園ですね。そうか、シェリーさん神戸だからご存知ですよ いね。や、ダウンタウンのなんかこう、ラジオとか手記とかそんなんで読んだ覚えがありますね。もう完全寮生のやつですよね。刑務所とですねえ、ね、ものすごく厳しいと言われている。自衛隊が一緒になって、牛尾宮司の高校の方がなんかもっと厳しかったらしいんですけど、そうなんですはい。ね。日生学園って笑いって言ってますよ。笑ってください。思いっきり笑ってください。浜田さんが入ってて、もうなんか時々、年に1回ぐらいも、松本さんのとこに逃げて帰ってくるみたいな話がね、ありましたね。でもね、浜田さんね、副学寮長の地位だったんですけど、そうですか。じゃあ優秀じゃないですか。副ちゃん学と寮ね。長ね、学寮長って言ったらですね、絶対権力なんですよ。ねえ、権力側ですね。そう、権力側って言っても、かなり厳しかったと思いますよ。でも当時従順なというか、こうちゃんと学校の規律を守れる生徒だったから、そういう役職というか立場だったんでしょうね。人望もあったんじゃないかなと思います。やっぱそこまそうでで指す導か。できるっていうのが、へえ。書いてますね。2世行ってあ、たしてましたよ。三重から行ってた。偽第二。なるほど。第2。浜田さんが第1か第2のどっちかなんですよ。ほんで私第3なんですね。そうか、第三は広島にあるんですか？いや、姫路。第三も姫路に。はい。浜田さんが行ってたのは、岡山かなんかでしたっけ？三重県の方です。そうなんですね。三重県、はい。そうですか。あれね、岡山はね、あれ、日生って読むんですよ。そっか。なるほど。同じ日生と書いてね。なるほど。そうそうそう。はい。そっか、地名ですね。そうそう、ほら、来ましたよ、ほら、わしの湘湘南南学学園。園、かっこ松江そうです、そう日です。大もすごいよ。ハートマークがついてますね。はい、そうです。はい。かきのおいしい日生です。はい、そうなんです。で、これね、偽学園のね、卒業の YouTube もこれたくさん出回ってますんでですね、よかったら見ていただければ。でもね、そこに行ったおかげでですね、言ってみれば、あれですよね、なんか自衛隊行ったらこうなるよみたいなね、教育は受けたような感じになっちゃうんで、わかります、わかります。現職の自衛官の方でも、あれですね、その偽学園卒業って言った瞬間、こう、ビビっちゃうっていう人もいますですね。そうですか。この子はもうやってきてるなっていうか、仕上がってるなっていう感じなんですかね。偽卒なんすかみたいなね。そうですか。これか、山猫さん、私も牡蠣想像しましたみたいな。じゃあもう、日生学園の生徒さんっていうのは、もう、自衛隊さんのように、まあ、陸自とかでこう、見るような、起きたら布団をしっかり畳んで、もう、何分までには着替えて集合みたいな感じですか、朝から。そんな感じ。それで、キャーって言ったらみんなダーンと起きてですね。キシャーってで、言みわんれるんな、ですか？キシャそれ何時ですーか？いや、ごめんなさい、で、断線しすぎて。1年生の時は5時半だったんですね。5時半か。すそごれいで、な。日曜日が6時半だったかな。日曜日でも6時半なんですね。厳しいな。でもね、
なんか郷に入ったら郷に従いじゃないですけど、慣れます？慣れますね。はい。ああ、すごいな。あとね、あそこ行ったおかげでね、物のありがたみ分かるようになるんですよね。あ、物のありがたみ。はい。だから、テレビ見れないんですよね。テレビダメですテか？レビ見れない。で、ご飯もみんなで一緒になって食べたりとかですね。それから、あまりこう、私語もできないんですね。あ、そうなんですか。それは、そう。休みの日もテレビダメですか？日曜日も。2年生ぐらいになった時に、寮にテレビがついたんですけど、でもですね、それはもう時間限られてね、書いてます。自衛隊と刑務所と右翼を足して3年そう待ったんで、学そう。校。そうそう、言われてましたね。はい、そうなんです。そう、ラッパじゃないんです。学寮長がね、大きい声でね、ギシャーって怒鳴るんですよ。その学寮長もみんなより早く起きてるんですから、すごいですよね。そうです。いや、しかもね、学寮長ってなるとね、朝みんなより早くってね、水ごり取ってるんですよ。水ごりを取る。だから、お風呂に行って、冷水をね、浴びてるんです頭か？から浴びるんです。すごい気合ですね。だから、自分がここまで行くんだっていう目標を、設定されてですね、その目標のために、特にね、寒い時でもこう水ごりをかぶってね、自バ分を律サーすとるんかでぶっすよね。て、清めのようですね、まるで。そうですね。そうです。すごいな。5時半に起きて、授業が始まるのって他の学校と同じように9時からだと思うんですけど、それまで朝って、ごめんなさいね、そのことばっかり聞いて。朝ごはん食べ朝るで以す外ね。いや、に。朝、朝ですね、学校の校舎の800メートル下にですね、寮があるんですね。800メート3ル。つ寮が。800メートル下。3つ寮があるんですけど、3つの寮から生徒が全員出てきて、隊列作って、足と手を合わせて、行進するとするんですけど、足と手を合わせて、1、2、1、2ってみんなで言いながら1、2っ歩てくんで言わすないよ。とダメですか？うわ、すごい。バラずっバラ。と1、2、1、2とは言わないんですけどね、さすがバラバラに。に、個人個人で言ってはダメなんですね。隊列じダゃメないなんと。で。書いてます。これはやっぱり牛尾さんのところの方が厳しいですね。と作業だけ、あとは教育直後暗唱。なるほど。やっおぱこっ母ちの方がさすん、ごい脱走厳ししいなでかっす。たんですかっていう質問。脱走してません。あ、しなかったんですね。偉いですね。いや、スイッチ入っちゃうんでしょうね、ああいうとこ行ったら。そうですか。いや、でも、その時々、例えば、お正月とか、夏休みとかは帰省はできるんですよね。帰省しますね。その時に、親御さんとか、おじいちゃんとかは、まるで人が変わったかのように びっくりされたんじゃないですか。なんかもう、嬉すしかっごくたんじしっゃないかですりしたな、みたいな感じで。か。そうです何でね。も自分のことを自分でね、できるようになっていくわけですよね。そうですね。そうですか。あれですね。いや、先生に僕お願いしたのがね、僕ね、先生、もうちょっと僕も学生生活をですね、充実させたいから、エアガンでいいから銃を持たさせてくださいって頼んだらね、アホかと言われましてですね。充実そんさなせバたいカ、からっていじゅうさん理由バカ、で アホかと。アホかと、あと戦闘服も着させてくれとかね、言ったんですけどね。そういうのも言ってみるんですね。今度一厳応しい言いが。ます。言論の自由はありますからね。なるほど、なるほど。射撃部がなかったですか？射撃部なかったんですけど、弓道部はありましたね。なるほど、なるほど。すごい話ですね。もうでも、とにかくその中学校、その3年生にサバイバルゲームにちょっとハマって、ものすごく厳しい日生学園の方に進学されて、でも、エアガンは持たせてもらえなかったと。なかったと。なるほど。でもね、ここまではいい話なんですけど、そっか、社会人になってからですね、やっぱりですね、あれですね、やっぱこう、世間にこの波に飲まれるとですね、やっぱ楽しくてですね、かなりこう、堕落した生活が始まる。
変わった今でも起きたらすぐにベッドメイキングとかってことはないですね。そう、最初はやってたんですよ、ああ、さすそうがですに。か。はい。はい。ところがね、やっぱりね、男しかいない生活だったもんでですね、だんだんやっぱりこう、ね、身についやっぱた、りこう、せっかくいい習慣も、だんだん習慣こう、ですけど、はい。だからね、スイッチが入ると元に戻るんですけなど、るほど、なるほど。はい。もうそれ以外はね、なんかね、かなりあれですね、オフっていうことですね。かなりすごい、なんかこう、スカジャンみたいですね、裏と表が、ああ、なるほど。リバーシブルみたいに。なるリほど。バーシブ人ルがで、変わったように。なるほど。そうですそう、か。はい。そうなんです、入れで、たいまそんまやの、ないですか、そ本当んそなれですね。学校に、そんな厳しい寮生活の学校生活しているときに、まあ、ごめんなさい、最初の時に戻るんですけど、北朝例鮮の。の、はい、はい。もうその話しちゃうんですか？いや、なんか、その学校に通ってて、そういう工作員の人に会う機会って、果たしてあるのかなって、ちょっとびっくりしちゃったんで、それはまた後でじゃあ、はい。話しましょう。はい。いじらされますね。や、じらしてないですけそうど。ですか。私すいね、ません。気になって気になってね。一週間ぐらいずっとね、気になってたんですよ。気になってたんですか？はい、気になってました、すごく。そうです。はい。おいおいじゃあは話しまい、すね。はい。はい。で、拉致事件についてなんですけど、私、知ったのがですね、はい。それがですね、高校生の時にですね、はい。拉致るっていう言葉が流行ってたんですよ。へえ、連れ去るって意味でね。はい。だはから、い。拉致られたとか、なんかそんな言葉が流行ってたりし、あとね、リウネですかね、なんかそういうなんか名前が変わったりとかですね、高校卒業したら。そうですか。はい。そんな感じで、そういう話聞いてて、なんか北朝鮮で拉致してるらしいっていう話が、なんかなんとなく聞こえてたんですかね。はい。で、なんですけど、僕ね、テレビとか新聞見ないんですね。いや、そうですよね。寮生活してたらなかなか見れないですしね。それで、高校卒業してですね、神戸にも住んでたことはあったんですけど、あとは、その頃はね、建築屋さんで働いてたんですけど、あとはね、僕ね、夜の仕事だったんですよ。夜のね、飲食店だったんで、当然、この家帰ったらテレビないんですよ。だからテレビもやってないんですよね。ああ、そうですよね。だからテレビ自然に見なくなっちゃって、そっかそっか。そんな感じの生活が続いてて、これで、平成14年の小泉訪朝あったじゃないですか。小泉さんが、ね、訪朝されて、拉致被害者をね。今それからで、20年前ですね。あの時のニュースはなんとなく見たんですよ。でもね、これで僕全員帰って、もうね、何人かの方亡くなられたんだっていう、それぐらいの認識だったんですよね。そうでしたか。これで、再び僕がこの拉致事件について関心持つようになったのは、平成20年でしたっけね、玉紙論文事件っていうのあったでしょ。ありましたね。書いてます、すいません、なんか、牛尾さん、なんか学校の話を書かれてなんかる。ね、書かれてますすね。いません、山猫さんもすいません。で、え、あの、それから、オッサーさんね、キム・ヒョンヒさんが会見で、ね、これ、当時だったら意味わからない。やっぱわかんないんですよね、あれね。そうですよね。ね、だからね、意味わかんないんですよ。すいません、本当に。いえいえ、もうどうぞ。その玉紙論文事件があった時、玉紙さんが一番最初に講演されたのがですね、ワーク出版から自らの身は顧みずっていう DVD で出されたんですよ。そうだったんですか。それは知らなかった。そうです。その時にですね、ブルーリボンバッジつけられとってですね、あれって何なんだろうって思ったんですよ。それで、それでまたその講演の時でね、拉致事件って解決できてないって、その時おっしゃってて、あれ？と思ってね、あれ？なんか確かみんな帰ってきたはずじゃなかったっけ？とかって思って、
うん、それでなんか拉致事件って解決してないんだっていうのが平成20年の時に、うんうんうん、認識があったんですけど、それであの私実はあのビデオレンタル屋さんしょっちゅう行くんですけど、はいはい、行ったらですね、あの多分皆さんご存知だと思うんですけど、あの恵み引き裂かれた家族の30年っていう実写版の映画ね、うんうんうん、あれがたまたま、ね、うん、ビデオレンタル屋さんにあったんで、あ、これだと思って見てみたんですよ、はい、うん、それで見た時にあのですね、千村康さんのお父さんがですね、はい、あのお話しされてるシーンが出てきて、うんうんうん、いや、あのお父さんがです、田本さんでしたね、はい、お前に、あ、うん、やっちゃん、お前そのね、北で会ったことを全部喋れと言うんやけど、うんうんうん、お父ちゃんなって、あの向こうにはな、大勢の日本人がおるんやと、はい、いうシーンがあってね、はい、ちょっと待って、え、大勢の日本人が向こうにおるっていうのは、うん、5人や10人じゃないってことですよね、うん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 、だから大勢っていうのはあの50人から100人とか、そんなレベルで、ね、うんうん、使う言葉ですよね。うん、まあ、今はね、871人なんですけど、はい、そうそうですね、うん、だから、え、それで、なんか、え、なんかもっとたくさんいらっしゃるのって思って、うんうんうん、で、ですね、当時は平成20年の頃、インターネットってまああったけど、あんまりその、あれですね、みんながやってるとかっていう感じじゃなかったと。思うんですけど、そうですね、まだガラケーの頃ですしね、ガラケーの頃でね、うん、そう、ネットはもうパソコンが主流ですし、で、まだノートパソコンも出だしたかなぐらいでしたっけね、それで、はい、まあ、家の近くにブックオフがあったんでね、はい、あのブックオフに行くと大体結構こう、ね、何でも本揃っちゃうんでですね、うんうんうん、まあ、そこであの西村幸雄さんが、はい、責任編集されている激論ムックっていう、うんうんうん、ね、あ、わかります、わかります、わかります、はい、はいはい、え、あれですね、拉致と侵略の真実っていうですね、うん、本があって、うん、はい、まあ、これにあの調査会が、特定失踪者問題調査会が調べた、はい、あの特定失踪者の方々のね、お写真と名前とね、出てるのを見つけて、そこでやっぱりそのやっぱり一番自分が気になるっていうのはやっぱ自分のね、住んでる地域ですよね、うんうん、広島県か岡山県、ね、はい、うん、でそれを見て、あの広島県と岡山県にも特定失踪者の方がいらっしゃる、あ、そうそう、拉致と侵略の真実、うん、そうです、そうです、はい、そうなんですよ、はい、それで、はい、これはえらいことやと、解けない、こんなにあの自分の地元にも、まあ、特定失踪者がいたんだなっていう、うん、ことですよね。そう、はい、そうです、そうです、うん、なるほど。で、うん、で、ですね、で考えてみたら、はい、ね、考えてみたらっていうか、あの自分、まあ、飲食店のね、経営してたんで、うん、もうちょっとこれはね、拉致のことについてちょっとみんなに公表していこうと思ってですね、それで、これはちょっと活動しないといけないなと思ってですね、活動を始めたんですね。あ、そういうことですか。なるほど。はい。はい。ありがとうございます。はい、はい、そう、でも、はい、その頃でしょうか。このお写真、はい、小川さんと荒木先生が写られているお写真。荒、はい、木先生がね。これは、うん、これはあの、ね、多分ですね、うん、ね、平成26年のですね、岡山と広島の現地調査の時の写真だと思いますね。あ、そうなんですね。で、はい、平成26年のね、あの11月13日から14日にかけて、うんうん、あ、そうそう、これですね。そうそう、はい、これは、うん、あの、ですね、あの特定失踪者の現地調査に来られた時に写した写真ですね。あ、そうですか、なるほど。じゃあもう、ずいぶんもう活動されていた頃の写真ってことですね。そうですね。なるほど。はい。はい、うん、そうです、そうですね、うん、ちょうど安倍政権になってね、はい、ね、だからもうなんか気持ち的にはね、安倍さんが拉致被害者助けてくれるんだって思ってた頃ですね。うーん、ああ、そうですか、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。そうです、うん、はい、
ありがとうございます。荒木先生ね、もう今も髪の毛が真っ白になられてるから。真っ白になっちゃった。うん。ねえ。はい。そう。はい。っていう感じですね。じゃあ、その時に、あの、もう、その地元で調べられて、スクー会広島はもうあったわけですか？はい。はい。スクー会広島はありまして、あ、うん、スクー会広島のちょっとことを言うとですね、はい、あ、街頭ね、活動してる、はい。あのですね、この画面の、うん、皆さんこれ見られてますよね、この画面ね。はい。はい、あの、ですね、右の、うん、あのね、カバンを持ってる女性が映ってるのが見えますか？黒い帽子かぶって、うん、右の方です。ああ、ちょっと見にくいですね。黒いパンツ履いて。はい、ちょっとアップにしましょうか。はい。はい、うん。はい。この、ですね、この黒いパンツ履いて、黒い帽子かぶって、あの、署名ボードを持ってらっしゃる方が、これがですね、横田早紀江さんのお友達です。あ、そうですか。はい。あの、横田さん。この方ですね。あ、そうそう、これです。うん、はい。うん、横田さんご一家はですね、はい、拉致される前の年まで、あの、あ、広島住んでらっしゃったんですよ。なるほど。はい、そうでしたね。はい、うん、そうです、はい。だから、あ、それあとですね、あの、はい、娘さんが、あの、横田めぐみさんのお友達なんですよ。ああ、だから、ママ友というかね、あの、ママ同級生の、ママ、はい、あの、お母さんだったんですね。はい、それで、さきえさんと仲良くなられて、めぐみちゃんのことをね、うん、後から、うん、っていうふうに分かったことで、まあ、ちょっとでも、ね、救出活動のっていうことで、こういうふうに街頭で活動されてるんですね。はい、なるほど。そうなんです。はい。もうね、お、ね、ね、あれ、そう、牛田です。そうです。そうです。うん、はい。牛田さん、ありがとうございます。はい。そう、牛田なんです。はい、牛田ってとこに住んでらっしゃるんですけど、はい。本当に本当ね、このお方ですね、すごく丁寧な方ですね、はい、年賀状とね、暑中見舞いね、手書きでね、びっしり書いて送ってきてくださるんですよ。ああ、そうですか。はい、大変丁寧な方でね。ねえ。はい、もうお人柄が分かるような方。そうですよね、もう本当に、早くね、早紀江さんとめぐみちゃんが抱き合えるのを待ってるでしょうね。そうですね、そうそうそう、うん、そればっかり考えていると思います。ね、はい。そうですか。ありがたいですね。はい。うん、ありがたいことです。はい。はい。いうことなんですね。で、あの話しとかんといけんのですかね。今回のコンサートの話。あ、ぜひぜひ。はい。お願いします。はい。はい。コンサートの話もね、ちょっとお聞きしましょうね。はい、先週の。はい。この話をね、してから、例の話に移っていきたいと思います。はい。お願いします。はい。はい。ですね、希望の光届け海を越えて、うん、北朝鮮向けラジオ、あ、これですね。そうそうそう、はい、これです。はい。はい。ね、これが、ですね、今年の8月14日日曜日なんですけど、はい、広島市の文化財団東区民センターで行われました。はい。はい、お疲れ様でした。はい。はい。もう、で、うん、ですね、うんうん、写真ダメって話でしたよねって感じを、私は一応許可をもらって写真写しました。これね、はい、一般の人結構何人か注意されてしまったということで、私今まで公開収録で注意されてるの見たことないんですけど、なんでダメだったんでしょうね。あ、なんかですね、うん、政府のやってることは、はい、写真撮るなっていうことだったらしいんですって。ええ、うん、で、それおかしいじゃないかと、はい、いうところで、だってね、これ、全然こう、うん、そうそう、うん、ですね、はい、ちょっとね、やっぱりこの拉致事件の闇というかですね、はい、でしょ、これ、だってこれ、写しちゃダメっていうんですからね。うん、でなんかね、不思議ですよね、どう考えても。不思議でしょ、そうそうそう、うん、うん、確かに、ですね、これ、ちょっとこれ、内閣官房の拉致問題対策本部で来られた方は、大変に熱心な方でした。はい、あ、はい、よかったです。はい、今年から、はい、突然ね、突然4月に異動で、政府の内閣官房に入った方なんですけど、はい、すごく熱心な方なんですけど、
そうですね。あ、そうそう。政府のやってることは写真撮るなって。そうなんです。そう。そうなんです。だから、ダメっていうことだったんですけど、でも、何人かの方はですね、はい、写真こっそり撮ってあげてらっしゃいましたね。ああ、すいません。私までちょっと拉致隊に聞けなかったんですけど、今週。はい。なんで、ダメって言われるのかな。あ、ありがとうございます。エルミさんが、はい、伝えてくださったそうです。ありがとうございます。はい。小川さん、この方、あの、山本ヘルミさん、よく、ご存知ですね。承知してます。はいはい、ごめんなさい。うん、どうぞどうぞ。はい。はい、ですね、以前、チャンネル桜に出てお話しされてるのを私、見たことがあって、山本ヘルミさんのことは承知してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。そう、かかんかさんね、公表するのがいいと思うのは、私もそう思います、ね。うん、私もたくさん SNS にね、来てもらった方は上げてもらって、で、10月のね、次の、公開収録ももう決まっているので、10月2日。下関ですね。はい。はい、2日の下関市例の開催に、はい、じゃあ私も行こうっていう人も出てくると思うんですよ。うん、うん、そうですね。だから、ちょっとここら辺がまあ、問題なんですね。唯一それが問題って言えばいいんですかね、でも多分。そうですね。はい。うん。うん、で、ですね、実はですね、はい、この収録の模様ですね、はい、私実はビデオ撮影いたしましてですね、はいはい、これについては、村尾特定失踪者問題調査会の村尾さんの方から、はい、これは上げてもいいよという許可が出たので、はい、ちょっと今ね、先週も、ちょっと、シェリーさんご存知だと思うんですけど、パソコン壊れちゃってですね。ね、大変でしたね。本当に。はい。修理から帰ってきた、おとついか、修理から帰ってきたんで、はい。もうちょっとしたら、YouTube で公表しますので。あ、はい、ありがとうございます。楽しみに待っておきます。はい。うん、はい。はい。いうとこですね。ああ。うん、皆さんやっぱ公表する方がいいって書かれてますね。そうですよね。で、こういうふうなことをしてるんだっていうことを知らない人もいっぱいいますし、今これだけ熱心にね、もう企画の段階からこの、公開収録のコンサートをね、広島で開催される、まあ、お手伝いをされた小川さんのように、はい、で、次の小川さんとかが、どんどん出てきてくださるとありがたいじゃないですか。ねえ、拉致被害者って、はい、一人二人とか、数人じゃなかったのって、特定失踪者って、そんなにいるのみたいに、まだまだ知らなくて、はい、知ったら、こっちの味方になって動いてくださる。そう。ね。そうですね。うん、そういう人もいっぱいまだいらっしゃるでしょうから、はい。ほんとそうですよね。はい。うん。はい。はい。あ、そう。わしが、拡散しなければこうしたイベントした意味なんですか、おっしゃる通りですね。ねえ、本当ですよね。あ、後ろさん、泣かれてましたか。号泣をこらえてた、映ってない。いや、でもね、気持ちわかりますよ。本当に、ご家族のね、呼びかけもそうですし、歌い手さんの方々、歌手の方々も、本当に心を込めて、ね、はい、歌われますし、うん。そうですね。それで、ですね、会場全体、はい、これね、これ聞いてる方で、この、ね、この共同公開収録行かれてない方に、ちょっとこれは知っとっていただきたいんですけど、うん、はい、村尾さんっていうか、ね、調査会の村尾さん、潮風のね、はいはい、放送されてる村尾さん、うん、非常に、和やかな MC をされるんですよ。うん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 。そうですね。だから、もう、会場全体が、こう雰囲気がふんわりした感じで進んで、うんうん、で、まあね、あれですね、桂木奈美さんもね、はい、どっちかというとね、優しい感じで。そう、ニコニコって優しい、もう、本当に、ね、うん、笑顔でね、はい、うん。はい、そう、無茶ぶりも、そう、なんでダメなのか理由聞いてみたいね、そう、確かにそうなんですよね。だから、これちょっとね、いつか、誰かね、地方議員さんなり国会議員の先生がこれをね、うん、ちょっとこれは公開した方がいいんじゃないかってこうね言っていただければ。そうですよね。もっとどっちかっていうと拉致対策本部のホームページに上げてもいいと思うぐらいなんで。そうですね、はい、で、これ
私の YouTube はね、アップしていいって許可が出てるんですが、ちょっとこれも矛盾してますよね。本当ですね。あ、小川さんがアップするのは、それは村尾さんが OK したんじゃなくて。いや、村尾さんが OK したっていうことは。うん。あ、村尾さん多分文句言われたら、俺がなんでやねんって言い返すわって感じのような気もするんですけど。そうか、そうか。うん。もしかしたら。でもね、本当に、うん。でも本当にあの、官房対策、拉致問題対策本部の方は本当に、熱心な方だったんでね。はい。あ、だから、うん、そこら辺は頑張ってくださったんじゃないかなと思ったりですね。うん、うん、そうですね。多分上からの指示だと思うので、はい、うん、そうですね、そうそうそう、うん、だからまあいつかね、これがちゃんと治るようにすればいいんじゃないかなと、ね、まあ、これも是正された方がいいですよね。はい、はい、あの、はい、公開収録は今回が初めてでしたか、小川さんは。はい、そうですね、初めてだったんですよ。そうですか。はい、はい、あの、今ちょっとジングル収録ってこうね、後ろのバックに見えてると思うんですけど、はい、みんなでこう、はい、観客席の人も立ち上がってたりしました。あのですね、今のね、この無関熱対策でですね、なるほど、ダメだったんですよ。声出すのダメですか。ダメだったんです。あー、そうですか。じゃあこれは最後、うん、あ、ごめんなさい、いや、いいですよ、あ、すいません、あの、だから最後にみんなで ふるさとね、歌いたかったんですけど。あー、そういうことか。はい、なるほど。私はね、コロナ、まあ、でも、ね、うん、コロナ禍前だったんです、ね、心一つになったって思う、はい。あ、じゃあこの収録はステージにいらっしゃる方でやったっていう形ですか。そうですね、うん、はい、あ、そうだったんですね、はい、すいません、はい、それで、うん、それで、ですね、実はですね、8月14日っていうところでですね、うん、あのお盆じゃないですか、はい、お盆でしかも日曜日で、うん、来るというかですね、その、あ、そう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 、それ、総理さんありがとうございます。そうなんですよ、そう、うん、あのですね、松陽高等学校っていう高校のブラスバンド部の方、はい、来てくださってね、演奏してくださったんですよ、はい、うんうん、ありがたいですよね、うん、本当に、うん、うん、そう、それで、来てくださったおかげで、実は会場もですね、はい、一般で入ってきた方50人ぐらいだったんですよ、たったのね。はい、あ、そうですか。まあ、お盆ですからしょうがないですよね。どうしても墓参りとかね。そうなんです。だから、うん。でも、この、松陽高校の人たちが来てくださったおかげで、120人になったんですね。はい、ああ、よかったです。高校生のね、人たち見ていただけて。うん。はい。で、この高校生は、拉致のことなんて知らないと思うんですよ。はい。うん、だから、うん、この彼らが拉致という言葉を知って、しかも特定失踪者っていうのを知って、はい、何をどう考えるかっていうところですよね、うん、そうですよね。だから、うんうん、だって、ね、一般のテレビでは特定失踪者っていう言葉はまず出てきませんし、うん、ね、安倍さんが ね、何回かおっしゃいましたけど、でも、ね、最近じゃ特定失踪者っていう言葉多分聞いてないと思うんですけど、でも、うん、知らない人多いと思います、うん、やっぱり、うんうんうん、そう、だから、この彼らが特定失踪者について、ね、家帰ってインターネットで調べるなり、ね、うんうん、何かすると、この70人だったかな、はい、吹奏楽部70人だったんですけど、この70人が、うん、ね、少しでも、ね、こういうことの力になるんじゃないかなと。そうですよね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ということをちょっと期待、うん、だからこれが私が、うん、ものすごい希望を持ったというかですね、今回の演奏、はいはい、うん、ライブで思ったのはそういうことでしたね、はい、ありがとうございます。はいはい、はい、ということです。ボギー中佐が会場に行っていた母が怒ってましたが、政府の配布資料、これ菅さんでいいですよね、うん、菅さんの写真より岸田さんの写真が大きく扱われていたような、あ、そうなんだ、母が拉致問題取り組んできた岸田さんなくて安倍さんと菅さんでしょうかと怒ってましたって言ってますね。あ、ちょっと私この資料見てないんですけど、うんうんうん、まあちょっと気持ちもわかりますよね、はい、うん、はい、平均年齢下がって、確かにそうです、はい、そうですね、はい、いうことでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、で、だからぜひね、このコンサートなんか年に4回くらいしかしないらしいんですけど、あ、それぐらいでしたかね、で、なんかコロナ禍の時ちょっとなんかこう延期になったりとかしてる、うん、そうですね、ね、うん、うん、
はい、なんで、もっともっとね、これをちょっと、ボリュームアップというかですね、幅広くさせて、ね、はい、盛り上げてほしいなと思いますね。はい、そうですね。あ、そうです。次、10月に下関です。はい。あ、この和田祐介さんの写真、これ私が撮った写真じゃないですね。あ、これはね、多分テレビの、ニュースで流れたんですよ。あ、そうですか。あ、よかったですね。はい。はい、次回こそ録画させてほしいでって書いてますね。そうです。はい。あ、これ、あ、はい、こんな感じでね、はい、ニュースで流れてた分ですね。はい、はい。うん。はい。あ、そうですね。はい。あ、ああ、そうなんですね。はい。うん、まあ、これは月さんが、この画面を選ばれてらっしゃるんですか？あ、これは今私がお話ししながら変えてます。すいません。そうですか、はい、すいません。はい。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ、例の話に移ります、ね。はい、よろしくお願いします。はい、あ、ちゃいますね。ちょっと笑い。はい。っていうか、こんなんでいいんですかね、なんか。あ、こんなんでいいんですよ。いいですか、はい、気にしないでください、はい。ゆったりまったりで。はい。あ、はい、そう、山猫ちゃん福岡やもんね。もしよかったらね、下関なんで、もうすぐ福岡の、ね、県境寄りの方はぜひ行っていただきたいなと思います。はい、そうですね、はい、ぜひ。周りの方にも。本当、ね、雰囲気がいいんでね。そうですね。ね、明るくて楽しい。ね、そう、だから、ほら、自分の知り合いでね、ちょっと拉致のことなかなか言いづらいなって思うとこもしかしたらあるかもしれませんけど、うんうん、ちょっと、ちょっとした面白いコンサートじゃないけど。うん、そうそうそう、うん、無料でね、歌手の方の歌もね、聞けるしね、本当に。そうそうそう、歌手のね、今回来られてたヤマトさん、はい、宇佐美由美子さん、はい、これさやさんは本当に歌お上手でね、本当お上手ですよ。お上手です、はい、私、さやさんのことはね、10年以上前から知ってて、はい、あ、そうです、ね、チャンネルサックが出られてらっしゃったんで、あ、そうですね、はい、うん、だからそれは、うん、お母さんグーグーって書いてある、ね、寝ちゃったんですかね、牛尾さん。違う違う、江戸晴美のグーグーですね。わかんないんです、すいません。うん、グッドですね、はい。はい、はい。で、ヤマトさんの歌声がですね、うん、心から響いたですね。ああ、そうですか。ええー。私はヤマトさんの歌はまだね、生で聞いたことはないんですけど、まあ、YouTube の方では見せていただいたんですが。あ、それがね、はい、YouTube 上がってるじゃないですか。はい。YouTube、あ、今出ました、はい。はい。YouTube で聞くより生で聞いた方がいいですね。あ、そうですよ。本当歌は生が一番いいですよ。うん。うん、そう、特になんですよ。あ、よかったですか。佐渡島出身なんですね。そう。佐渡島出身で、はい、そう。じゃあ、曽我ひとみさんと同じ。うん、佐渡出身。うん、そうそう、曽我ひとみ、うん、そう。で、ですね、ライブ、アーティストさんでもね、CD で聞くライブの方が良かったっていうアーティストさん、やっぱり、いるんですよね。うんうんうん、ね、だから ああいう感じでしたね、ヤマトさん。ああ、そうですか、うん。ぜひぜひ生でね、うん、聞きたいです本当に。はい。うん、でそれからです、宇佐美由美子さんの歌声も初めて聞いたんですけど。はい。宇佐美さんですね、なんかカープのファンだったらしくて。ね、本当にびっくりしました。カープの着物着てこられてね。そうでしたね。ああ、ちょっと待ってくださいね。そうそうそう。宇佐美由美子さんの。ごめんなさいね。ちょっと、由美子さんの写真、ちょっとここをアップにしますね。はい。あ、いいんだ、うん。カープの写真はね。はい、カープ。ねえ、すごいですよね。でも、なんか、すごく、会場はもう、喜ばれてたということで。うん。ならよかったですね。だから、ね、うん、こんな感じでね、やっぱこう、普段はギャルっぽかった由美子さんって、うん、そう、この、浴衣なんですかね、着物かちょっと分かんないんですけど、うん、はい、でしかもですね、宇佐美さん、このあとですね、うん、はい、あれなんですよ、僕たち終わった後でね、うん、あ、なんかね、打ち上げされてましたね、はい、打ち上げしたんですけど、その後ね、はいはい、カープの人たちが集まる焼き鳥屋さんがあるんですよ。あの店はカープの人が集まる焼き鳥屋さんだったんですね。いや、違うんです。あそこは、はい、駅の裏にある、
あの居酒屋さんだったんですけど、はいはい、宇佐美さんだけは別のそのカープの人が集まる居酒屋さん、あの焼き鳥屋さんに行っちゃったんですよ。そうですか。へえ。そうなん。あ、そう、カープ町って、カープ鳥って言うんですかね。そう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 。うん。そう、カープ鳥って言うんですかね。はい、で、ね、これ宇佐美さんに、あんた広島県なんじゃけ、あれ、あ、ジャケとは言いませんけど、広島県なんだからカープ好きなんでしょって言われて。なるほど。はい、私はすいません、あの私の好きなかん、あの当初は江夏豊ですって言ってびっくりされたんですね。分かんないですね。江夏豊って言われても分かんないと思うんですけど。そうですね。で、はい、あ、そうですね、これ、ボギー中佐、広島ではカープファンと松田社じゃないと仁義なき戦いが勃発するじゃないですかって。あの ちなみにですね、ちなみにあのこの会場の近くが仁義なき戦いのね、広島市東編ってあるんですけど、はい、はい、そこの舞台になったところの近くだったんですね。そうなんですね。そう、仁義なき戦い見てない方にはね、うん、何言ってるかよくわかんない話ですね、これ。いやいやいや、そんなことないですけど、うん、はい、すみません、はい、ありがとうございます、はい、もうまたね、はい、ぜひ皆さん10月2日下関で、はい、まあ、日にちでは決まってるんですけど、はい、まだ会場の方がちょっと発表されてないんですが、はい、ぜひあの、はい、もしよかったら、はい、じゃあ行ってみようかということで、はい、当てていておいてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。南海ホークスのエナツって出てます。ザ・ポイントさん、はい、そうです。南海ホークス、うん。はい、書いてますね、メニューが選手名って書いてますね。書いてますね。そういうお店あるんですね。はい、カープのなんか愛が深いっていうのは、知ってるんですけど、ね、広島の人たちがものすごくカープ愛が深い。そうです、はい、うん、そうですか。私の住んでるね、府中市って、はい、あ、近くの府中市ってとかね、はい、あの串カツ屋さん、赤ヘルっていう串カツ屋さんが昔あってね。ああ、なるほど、うん。それでね、なんで串カツ屋さん始めたんですかって聞いたら、はい、カツ赤ヘルで串カツって言ってましたね。あ、そうですか。すごいですね。広島にとってカープは宗教ですから、なるほど、そうですか。宗教法人の方が。うん、へえ、おっしゃって、あ、面白いですね。そう、うん、行ってみたいです ね、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあもうあの例のお話をぜひぜひ、はい、はい、例の話を聞かせていただけますでしょうか。はい、はい、ちょっとね、自己紹介の方でもですね、ちょっとお話をした、はい、あのそのサバイバルゲームブームだったとかですね、うんうん、ね、あのその学校がですね、二世学園というね、うん、はい、あ、オスターさん、ちょっとすいません。カープ、エナズの21球は伝説ですって書いてますね。はい、正解です。はい。はい、すいません、うん、で、そういう感じの生活をしててですね、私、はい、あの、その、帰省のたんびにですね、うん、サバイバルゲーム必ずやってたんですよ。はい、はい。はい、うん、はい。これは、あれですね、あの、また、これはあのビンゴ五穀神社の御霊祭りの写真ですね。うんうん、ああ、そうですか。なるほど。はい。あ、私のあの軍服姿の写真って出てます？あのカモフラ姿の。あ、出していいですか？そろそろ。あ、はい、川で写ってる。川で写ってる写真。川で写ってる。構えてるやつでしょうか？はい、うん、川でですね。うん、M4 っていう銃を持ってる。難しいですね。ですね。あ、なるほど、これですね。わかりました。はい。あ、川の写真です。はい、はい、はい。ちょっと待ってくださいね。はい。あ、まだ行ってないのかな。すいません、私が。はい。後ろへ船かなんかだ。ちょっと皆さんお待ちください。すいません。はい、はい、すぐ出ます。ごめんなさい。はい、お話ししててください。はい。うん。その間に。はい。はい。はい、なかなか難しいで、ですね、これですね、すいません、はい、はい、うん、出ました。ああ、そうそう、これですね、はい、サバイバルゲームやってた。そうですね、もう帽子と上着とズボンと全部カモフラですね、はい、うん、はい、はい、あの米軍のウッドランドパターンって、あ、そば、あ、ありがとうございます、なんか、はい、これはここ5、6年前に、はい、写った写真なんですけど、なんですけど、まあ、うん、まあ、こんな感じでですね、うん、
本当本格的にサバイバルゲームが大好きで、負けてもくれても本当銃ばっかりこうつついてるようなそんな生活をしてるあの高校生だったんですね。へー、はい、あ、すみません、山本ヘルミさんが素晴らしいってことヘルミさんも好きでしょうか、はい、あ、そうなんですか、はい、好きなんですかね、はい、アップになっちゃいましたね、はい、アップにしました、はい、はい、で、ですね、それでですね、これ時代の話、うん、はい、時代の話をするとですね、うん、私が高校2年生の17歳、はい、17歳、はい、セブンティーンズマップですね、うん、あの17歳の、冬のことでした、冬休み、はい、はい、ですね、年代でいうと昭和63年か64年ぐらいの頃だったと思うんですよ。平成に変わる前ですね、うん、平成になったかもしれないかぐらいですね。なるほど、なる前ですね、はい、うんうん、あの昭和天皇が崩御されたのがですね1月、そうでした、7日ですね、はい、冬休みが終わるちょっと前だったんでね、うん、あのあもしかすると崩御されるちょっと前だったかもしれないですね。なるほど、あの冬休みで帰省されてたってことですか。え、はい、はい、帰省して、うん、はい、まあその時もですね、うん、あの私はいつものようにこうあの持ってる銃の手入れをしてですね、はあ、はい、うん、はい、じゃあ寝ようかと思ってですね、うん、夜中の10時ぐらいだと思うんですけど、はい、12時ぐらいだったと思ったんですけど、うん、あの電気を消してね、はい、寝始めたんですよ、うん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 、はい、はい、そしたらすいません、ですね、不審者撃退関連の2番目の写真出していただいてもいいですか。ちょっとお待ちください。はい。はい、あのですね。うん、ですね。わかりました。暗い路地の写真が写ってる写真です。はい。わかりました。はい。あ、ちょっと待ってください。はい。あれ。はい。どうぞどうぞ。はい。はい。はい。あ、これです、これです。うん、はい。ですね。これは、写ってるのは自宅の前の写真なんですけど、ああ、これ自宅の前ですか、はい、はい、うん、あのですね、この右側に倉庫みたいな建物が見えるでしょう、はいはい、ここね全体が昔ね、うん、畑だったんですよ、ああ、はい、はい、それでまあ、こんな感じだからちょっとあれですけど、で大体こう自宅から自宅の2階が僕の部屋なんですけど、うん、自宅からこの倉庫に空き缶立ててね、はい、銃撃って遊んでたんですよ、いつも。はい。はい。はい。だから空き缶立てて、ライフルでそこを狙撃するっていうか、練習でね、みんな友達がやってきて、それで撃って遊んでたんですよ。へぇー。うん。で、はい、なんですけど、その畑の、あたりから、うん、12月1月ですよ、はい、の夜中の12時に、うん、バキ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 ってね、枯れた木をね、うんうんうん、パキパキ音させながら、うんうん、何かが動いてる、音が、うんうん、バキバキバキって音が聞こえてきたんですよ。結構大きなものが動いてる音ですよね、うん、かなり大きい音が、それで、うんうんうん、それね、その畑の中入る人って多分いると思うんで、あれなんですけど、はい、そのね、入ってもまあ一瞬でまあ出ますよね、普通はね。畑、そうですよね、用しないじゃないですか。うんうんうん、12月ですからね、はい、12月、1月の寒い時期、しかも夜中にね。うんうんうん、で、その音がですね、はい、1分経っても音がね、ずっと続いてるんですよ。1分間ぐらいずっと、それは部屋から聞こえてたってことですか、部屋から。部屋の中に聞こえてくる、はいはいはい、部屋に、僕の部屋で聞こえるってことは、周り近所だとみんな聞こえてるってことですよね。そうですよね。うん、で、それで、その2階の部屋からですね、ガラガラガラってドア、はい、窓を開けてですね、その方向を見たんですよ。うん、畑の方向を、うん。畑の方向を見たんです。うんうん、で、すみません、次の写真を写ってもらっていいですか。はい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 、そうですね。はい。ですね。まずですね、ごめんなさい。はい、ごめんなさいね。
はい、あのね、明るい今度はその倉庫が写ってる写真です。あ、明るい写真ですね。はい、はい、明るい写真で、はい、はい、こちらですね。はい、はい、はい、これですね、うん、はい、これがあの昼間写した写真なんですけど、うんうんうん、この電柱の左に緑色の網みたいなのが見えるでしょう、うん、電柱の左、はい、はい、緑色の網、この、はい、うん、この奥のあたりをなんかですね、なんかうごめいている物体を見つけたんですよ。うごめいてた、うん、はい、何か物体が見えたんですよ。これちょっと皆さんにちょっとグッドアップにしますね。この辺ですね、はい、はいはい、あ、そうです、うんうんうん、これのちょっと、うん、この緑色のちょっと奥の方ですね、うん、ゴミ捨てるところですね。なるほど、うん、そうです、うん、今そう、ゴミのステーションですね、うん、そう、それで、それでその歩いてるのこう物体を見たら犬よりは大きくて、はい、クマみたいに見えたんですね。今総龍さんが5匹ぐらいイノシシの、はい、絵文字マークが来ましたけど、はい、そうですね、ええ、うん、あ、クマが歩いてるって思ったんですよ僕。はいはい、それで、ね、だって、うん、なんでクマが歩いてるかっていうと、うん、あのさっきもこれしつこいようにちょっと言いますけど、バキバキバキ、12月の冬に、うん、の夜中に歩く人っていないっていう、うん、そんな木をバキバキ鳴らしながら歩く人がいないですよね。まあ道路歩きますもんね。うん。そう。そう、はい。意味がない。それ、まあ野生動物って。懐中電灯持ってるわけでもないし。うんうん、うん。はい。だから、あ、これ熊だと思ってね。はい。はい。で、イノシシすごいわって書いてますね。はい。で、だからそこで、私はちょっとこう思ったことがあってですね、当時ですね、あの映画ランボー2っていうのがですね、はい、見たことあります？シェリーさん。あります、あります、ね、はい、ランボー2ね、うん、ランボーっていう映画があるんですけど、はい、ランボーのパート1でですね、あの疑わしきが殺せっていうセリフがあるんですよ。ああ、なるほど、はい、はい、疑わしきは殺せ、うん、それで、はい、なんですけど、うん、私たちサバイバルゲーマーの間では、はい、疑わしきは殺せとは言わずに、うんうん、疑わしきは撃てっていう、あ、なるほど、みんなの合言葉なんですよ。あ、なるほど、はい、はい、ごめんなさい、ちょっと笑ってしまったのはですね、お母さんが送ってくださったのがターミネーターだったので、あ、それで後でちょっと、ね、あ、そうなんですね、ごめんなさい、はい、すいません、はい、紹介いたします、はい、で、ですね、ということでですね、うん、次の写真、はい、次の写真はですね、これですね、私が陸上、あ、疑わしきは撃てて、すごい、そうなんですよ、はい、これが、当時使ってたライフル銃なんですよ。ものすごい長さですよね。長さすごい長さね、すごいですよね、結構重たそうな立派なものですね。うん、ね、実銃よりは重たくはないと思うんですね。はいはい、はい、うん、で、この銃は、まあ見ての通りスナイパーライフルなんですけど、うんうん、あ、涼子さん、はい、そう、サバゲー用、そうです、サバゲー用で、昔のサバイバルゲームですね。あ、キャベツで持たせた。あ、そうですね。はい。多分、牛尾さんにはこれ本物をお見せしたと思います。あ、そう、山猫、BB 弾入れるやつ。そう。BB 弾でもですね、これ、スプリングがすごく強化されてて。当たると痛いでしょうね。そうです。ですね、はい、初速が150キロから、そんなに、150キロぐらい。そんなに出るんですか。へぇー。それで、はい。で、威力がですね、はい。アルミの空き缶があるじゃないですか、ビールの。はいはいはい。あれがですね、1本半貫通するんですよ。あ、1本半まで行くんですね。なるほど、1本貫通して向こうまで。はい、うん、なるほど。他のね、サバイバルゲーマーが使ってたのは2本貫通してましたけど。へえ、でもちょっとやっぱ危ないですね。うん。危ない。だから、うん、これ今もう使えないんですよ。あ、そうなんですね。うん、使えないし、これもうスプリングが抜いてあるんで打てないんですね。うん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 。はい、なるほど、はい、打てないんです、うん、これ、はい、はい、それで、うん、そう、アルミ缶薄いからって書いて、そうの、うん、おもちゃですからね、これ。いやいや、でもね、そうですか、じゃあ、結構威力はあるんですね、今はもう使えなくなったやつですね。はい、今は使えないです、はい、うんうん、で、
で、この銃を外に出して、うごめく物体ですね、そう、猫とかいじめるやついますから、そうだ、こうね、いじめちゃダメなんですよね、本当にね、でもまあ、撃退しようと、そう、当時だからまず、まずですね、疑わしきは撃てとかね、疑わしきは殺せって言いましたけど、でもやっぱり、まず威嚇射撃から行こうと、だから、そのうごめく物体のに当たらないように2、はい、2発ほど撃ったんですよ。狙わないでってことですね、はい、近くを撃ったと。近くを狙っ、近くを当たらないように狙って撃ったんですね。はいはいはい。はい、で、当時ね、私だけじゃなくて、このサバイバルゲームやってる人って、多分同じような感じだと思うんですけど、一応、10メートルぐらい離れた1円玉撃ってたんですよ。すごいな、1円玉だったり、マッチ箱だったりとかですね。10メートルですか。10メートル、はい。結構離れますよね。はい、それでもね、僕の腕って大したことなくて、腕のすごい人って、本当すごかったですからね。いや、でも10メートル離れての1円玉ですから、結構当てるの難しいと思うんですけど、当たるもんなんですか。あ、当たりますね。へえ、はい。ただ、これは練習中はそうなんですけど、まあ、実践になるとね、やっぱり興奮しちゃうんで、なかなか当てれないんですけど、はい。なるほど。はい。はい、で、2発ほどね、撃ったんですけど、はい。撃つと、これ、風がね、弾がね、風を切る音がするから、ギュン、ギュンって音がするんですよ。ああ、なるほど。はい。はい。だから、もしそれが人だったら、って言ったら分かるはずなんですよ。ね、しかも僕窓開けてるし、明るいでしょうしね。近所の人だったら、おい何しとんな撃つなとかってそういう言葉が出てきてもおかしくない。ところが何も言わないんですよね、そのうごめく物体は。はい。はい。だから、あ、これは人じゃなかったんだと。それで、これを当てようと思って。2発立て続けに当てたんですよ。もう狙ったわけですね、次は。人間じゃないと。さっき言った通り、もう、ね、当時の私は、狙ったら狙ったところに当てれるんですね。すごいな。はい。はい。はい。それで、2発当たったらね、やっぱり当たったらね、バチンバチンと音がするんですよ。はい。はい。で、2発当たった時点でね、それはもう間違いなく、バチンバチンって音はあったわけですね。あ、もう、ですね、服に当たった音なんですよ、これって。草木に当たったら、草木に当たった音がするんですね。わかります。だから確実にヒットさせたっていう。で、こんな時なんですけど、一発当たったらですね、なんか調子に乗って二発目当てちゃったって感じなんですよ。調子に乗ってっていうか、こう、気分がね、高ぶるんですね。へぇー。もう一発いけるじゃない。そうなんですね。好きな人はね、なるほど。はい。で、二発当たった時点で動かなくなっちゃったんですよ。あ、ガサガサ言ってたのが止まった。止まって。はい。で、当たった時点で今度か、先方さんが動かなくなっちゃったんで、で、そこでね、我に返っちゃったんですね。はい、小川さんが。我に返った。はい。高校2年生の私。はい。我に返った私ね。はい。思ったのは、頭の中で想像したのはね、新聞とテレビに自分の名前が出るの。えらいことしてしまったと。しまった。はい、ああ、これで大学の推薦も取り消しかと。はい。はい。お先真っ暗って思ってね。えらいことしてしまったと。ああ、えらいことしたな、はい、そう。で、考えてやることはね、やっぱ高校生ですよね。謝りに行こうって思うんですよ。はい。もう、その自分の部屋からね、玄関出て、直接謝りに行こうと。はい。で、ただ謝りに行くだけじゃダメだと。はい。だから、ちょっと考えて、もう捨ててもいいリュックサックがあったんで、はい、そのリュックサックに僕が着てた、防寒着と、建築屋さんの人たちが着る、
防寒着ですね。はい。あの、昔あの、ビートたけしさんが、冗談じゃないよとかってね、はい、やってたの、アルプス工業なんですよ。わかります、わかります。うん。ファーがついてるやつですね。はい、うん。そうそうそう。はい、はい。あれを、うん、あれを入れて、それから、はい、多分、もしかすると、あの、不老者だったらかわいそうだから、うん、お腹減ってるかもしれないかなと思ってね、うん、あの台所に行ってね、うん、あのパンがあったからパンをね2つ、そうドカジャンです、どうぞドカジャン、そう、うん、あのパンをね、あの2つほどね、うん、あのリュックサックの中に入れて、うん、入れたんですけど、それだけじゃ襲われちゃいかんなと思ったんで、すいません、次の、写真に変えてもらっていいですか。次の写真は風景ですけど、ですね、はい、うんうん、はい、この写真で結構です。いいですか。次の写真、はい、はい、わかりました。あ、ちょっと待って、あ、ダメだ、これね。これじゃなくて。ね、うん、そうですね、あのね、次の写真ですね。あ、すみません、あのカタログのやつですね。はい、カタログの写真。はい、わかりました。はい。はい、すいません、はい。よく覚えてますね、でもね。いやいや、あの、Facebook 見ながら。いやいやいや、違う違う、よっぽどその時のことって、印象に残ってるんだろうなと思って。そうですね。はい。はい。こちらですね。はい、うん、これも、実銃がもうないんでですね。これを持ってたんですか、はい、うん。はい。これがウージーっていうね、あの銃なんですけど。さっきの持ってたやつより短めの。短めで、はい、これはですね、うん、あの、さっき撃ってた銃は、うん、一発一発の弾込めのボルトアクション式なんですけど。これはあのサブマシンガンってこう連発式なんですね。あ、ダダダダダって出るんですね。どうぞ、ダダダダダって、その、ですね、じゃちょっと次の写真にしてもらってもいいですか。はい。多分なかなか、あ、お、ウージーって、そうそう、山本ひろみさん、そう、ロングとショートがそうあるんですよ。へぇー。はい。ひろみさんが好きなのかな。ひろみさんが好きなのかな。ちょっとごめんなさいね、ちょっとこういう感じで、はい。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 はい、この映画を見たら、多分見た人たくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、ターミネーターという映画で、バーでアーノルド・シュワルツネッガーが連発するんですよね、この銃をね、乱射するんですけど、うん、ワイルド・ギースの写真もあったんですよ、バスでしたっけ、写真。もうヘルミさんも好きなんだね。ヘルミさん好きなんですね。多分好きなんでしょうね。もう男の子って好きですよね、銃とかね。好きですね、はい、はい、もう女性はなんか、はい、あの、ポカーみたいなとこあるんですけど。ポカーなんですね。はい、はい、なるほど。はい。はい。で、はい。ダダンダンダダンですね。うん。ダダンダンダンですね。ねえ。で、この銃、ですね、はい、その、ね、合計で、60発撃てるんですよ。うんうん。60発持ってるんですか。すごいですね。あのね、そうです、そうです。はい。あの、怖っ。30発、30発で60発撃てるんですよ。すごいな。弾を、60発もうすぐ装填して。うんうんうん。はい。たーって入れて、うん。たぶん、ドゥドゥドゥって入れてね。そう、小川少年、面白いですね。その、新聞に載るかもしれないって思った後に、うん、リュックに、ドカジャンと、それから下のパンと、パンはい、はい。で、その後、はい、銃に装填を30発して、はい。はい。装填して。謝りに行くのに武装。本当ですね。完全武装でしょ。はい、はい。うん、いや、なんでかって言ったらね、うん、ですね、なんでウージーに持ち帰ったかって言ったらですね、うんうん、あの、松本零士さんっていう漫画家いるじゃないですか。はいはい。はい、あの、松本零士さんの漫画でね、うん、ザ・コクピットっていうのがあるんですよ。ああ、そうなんですね。はい、すいません、知らないです。はい、うん。多分なかなか知らないです。はい。ね、ヤマトとかね、009とかはね、してるんですけど、うん。はい。そうそう、あの、ザ・コクピットって言ってね、第二次世界大戦のことを漫画にしたもんなんですよね。はいはいはい。うん、割とマニアックな漫画で、うん、例えばあのドイツがね、原爆を製造した時の漫画とかね、これ本当かどうかわかんないですけどね、だから着色かね、だとか、あのドイツ軍のね、あのエレファントっていう戦車が活躍する漫画とかね。そういう軍事ものもあるんですね。そう、軍事、そう、うん、あとね、その、日本の大東亜戦争末期に活躍した四電海っていう、うん、あの、戦闘機の活躍する。四電海ね、はい。はい、うん。ね、愛媛県に基地がありましたけど。はい。はい。あの、そういう
あの漫画の中にですね、はい、あの米軍とね帝国陸軍のねスナイパーが撃ち合う、ま、漫画があるんですよ。へえ。その時にね、うん、この一節があってね、うん、あのボルトアクションは一発撃つと次撃つ時の弾込めに時間がかかるから、うん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 、だから、こういう時はセミオートがいいんだみたいなことをこう言うシーンがあるんですね。なるほど、はい。今スクーカイ埼玉の竹本さんが竹本さん、私はウージーピストルのガス銃持ってました。あとはドイツ軍の手動のシュマイザーが好きでした。なんかあの、スクーカイの代表さんは皆さん結構ガンマニアというか、みんな銃にね、詳しいというか好きなんですね。なるほど。ちょっと待ってね。えらい盛り、なんか書き込みえらい盛り上がってますね。ねえ、本当に。スクー会の代表さんはみんな結構武装派ということがよくわかりません。はい。なるほど。月さん、私は初期の KG9 が好きだった。これこうなる。あ、ほらほら、はい。山本ヘルムさん、stay here.I'll be back. はい。ねえ。そうですね。はい。謝り行くのに武装って書いてますね。はい、本当に。はい。バク、すいません、ね。すごいですよね。もう、その17歳の少年がしまったと思った後にやった行動が面白いですよね。うん。で、はい、言うのが、うん、もし、襲いかかってこられた時にね。うん、うん、向こうが怒っててね。何か喧嘩みたいになったら。なった時に、うん、このね、さっき失明がどうのこうのって書かれてましたけど、うんうん、そうなんです。まさにおっしゃる通りで、もし襲いかかってこられたら、目に向けて発射しようと思ったんですよ。あ、そうですか。悪い子ですね。はい。うん。はい。そして目に発射することで、うん。うん、逃げれるだろうと。それはもう、はい。相手を撃退できるなと。なるほど。ね、戦意喪失を狙ったわけですね。はい。はい。すごいですね。はい。うん、これで、家から出てですね、うん、はい、その物体のところに近づいていったらですね、はいはい、その物体は道向かいですよね、うん、倒れてたんですよ。倒れてたんですか？ええ。え？はい。ええ。え、すごい話。わーっと思ってね。どれぐらい近づいていったんですか？うん。ね、書いてますよ、はい。超危険な少年を頑張って、あ、そう。でも、ね、これで漂着船に対応して、ほんまそうですよ。はい。山本ひろみさん爆笑されてますよ。爆笑さ、月さん、サブハンドは、いやー、この、ま、工場、今、ちょっと前の写真に戻りますけど、この工場があったところが畑、はい、当時は畑で、草むらだったわけですよね。はい、うん。それで倒れてたのが、この、うんね、さっき言ってたの、ゴミ電柱のね、左側に見えるようなところですよね。まあ、道向かい、家から、うん、何メートルぐらいかな、離れてるの。うん。ね、うん。で、こう書いてますね。あ、おそらく窓から BB 弾発射してるの見た時点で、私が母ちゃんなら殴りに行くと、そうですよ。殴りに行きますよね。そうなんですよ。はい。いや、ほんと危ないことしてますよね。うん、はい。うん。はい。それで、はい、その倒れてた人のところへね、行ってね、うんうんうん、僕が近づいてきたのを見て、起き上がったんですよ。はい、立ち上がった、うん、向くとこう立ち上がった。はい。それで、はい、ですね、僕がね、立ち上がった瞬間にね、はい、想像した言葉がね、こうですよ。あのね、こうです。相手が、今から、お前、家のお父さんとお母さん起こしてこいと。今から警察に行くぞっていう言葉を想像したんですよ。うん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 、ああ、よくわかります。うん。怪我させられたとかね、まあ、銃みたいな向けられて撃たれたと。うん。親起こしてこいと。うん、12時ですね。はい。そう、山猫さん、母ちゃんね、そうなんですよ。母ちゃん、父ちゃん寝てますよね、もう12時だからね。はい。ぐーぐー寝て、はい、うん。で、言われるのかなと思って言ったらね、はい、先方さんね、よく見たらやっぱ人だったんですよ。うわぁ、はい、怖、うん、だから、人って思うぐらい、だから顔が、ほら、僕たちと同じ顔なんですよ。うん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 、肌が、うん、黄土色のね。はい、はい。はい。ただ、これは、今のこの写真は、うん、これね、ライトが、これ LED だから明るいんですけど、もっと昔暗かったんですね。なるほど、なるほど。はい。国際問題に発展でしょ？
私、憲法9条を犯してるんですよ。はい。はい。武力をね。はい。行使したと。武力を行なる使、ほあ、武ど。力を行使。はい。先制攻撃をしたんでね。はい。うん。なるほど。確かにそうですね。先制攻撃ですね。はい。先制攻撃した。それで、うん。僕ね、完全に怒ってると思って近づいたら、そうですよね。うん。何も言わずに突っ立ってるんですよ。怖いですね。ええ、で起き上も、がった、そう、起き上がって突っ立ったんですよ。お母さん自身も黙ってたんですか？いや、それで、うそうん、うそうそう、だん、うん。から、そこで、はい。僕は、はい。立ってる、そう、先方さん立ち上がったんですよ。ね、倒れてた人が立ち上がったと。はい。はい。で、そこで私がね、こんばんは、そこで何してるんですかって聞いたんですよ。ああ、なるほど。はい。こんばんは。そこで何してこんるんばんでは。すかと。はい。はい、そう。すごいあれでしょ。すいませんでしたって言わないところいいでしょ。いや、いいですよね。まだ犯人ともね、特定されてないですもんね。はい、はい。そうそう。なるほど。こんばんは。そこで何してるんですかと、その立ち上がった人に、先方さんに、はい、声かけたと。って言ったうら、ん。何も言わないんですよ。うん。はい。返事があれ？ないと。返事はないですよ。はい。え？って思ってね。うん。はい。それで、2つ前の写真に戻っていいです。次の写真だったかな？今出てるやつの次の写真。ちょっと待ってくださいね。私も小は川い、さんはにい。送ってもらったやつを見て。ですね。あ、わかりました。はい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 。ちょっと待ってください。これは昼間の様子ですはい、ね。昼間の、はい、は昼い。間の写真です。すみません。はこうい。いう感じですね。はい、そうです。向こうこにれね、新幹線のそう、高新架幹線のです線ね。路なんですけはい。ど、すいません。しかも、右斜めに倒あ、れちょっちゃっとてね、るんごでめんすなよさい。ね。私も傾き直さないで。はい。いや、違うんです。うん。で、そう、返事がね、ただの屍のような、そうなんです。それでね、このね、建物が前見えてるじゃないですか。はい、はい。黒い車の向こうね、これね、市場なんですよ、実は。うーん。魚市場があるんですよ、この向こうにね。高架の下にですか？高架、そうですね、は高架のい。下って言っても、線路は向こう側にあるんですよね。ああ、そっかそっ線か。路の手ちょっと前、アップにしましょうね。うん。線路の手前に、あ、なるほ市場、ど。魚市場があるんはでいす。ははい。い、はい。うん、シャッター降りてそまこすで、ね、これは。これのね、これ建物があるから、建物の向こうは市場なんですよ。それで、僕そこで思ったのが、あ、これは、市場の、魚市場の人が、要はその、船がね、魚を荷揚げした時に、来た時に、僕この中入ったことないんで、だから、あれですね、外国人の人が、この魚をこう、おろしに来て、道に迷っちゃったんかなと思ったんですよ。ああ、日本語がね、通じないから。ちなみに、その声をかけたときに、相手の方の顔っていうのは外国人に見えたんですか？あ、思わなかっ見えた。ない。だなるから、ほど。じ日ゃあ、本人だと思ったなの。るほど。じゃあ、まあ、白人での方とも、か黒人の方で白はな人いには見と。え、でも、この人もしかして、だから自分の目が悪くて、外国人かなと思ったから、万国共通の言葉ですね。英語。はい。エクスキあ、ューズミーでしょうか。エクスキューズミーじゃなくてね、そう、エクスキューズミーじゃなくてね、グッドイーブニングですよね。あ、そうか。ご挨拶したわけですね。はい。グッドイーブニング。ごめんなさい。笑っはてしまって。い。なんか、そうですか。小川さんはね、面白いですよね。そうですか。はい。グッどうドでイすーか。ブニングはちょっと。グッドイーブニング。はい。いや、はい。ターミネーターの一番最初もそうじゃないですか。あ、なるほど、なるほど。はあれで一い。番最初、ナイスナイスフォーウォーケーって言うでしょ？すいません。ちょっと結サー構フォ皆ニーさだんね。も受けてますね。受けてます。受けはてます。すいません。い。受けてますね。緊大丈迫夫。してたのに、ここでちょっと一笑い。はい、すいません。悪はい。くない。はい、グッドイーブニング。はい。グッドイーブニング。はい。なるほど。グッドイーブニング。はい。I'll be back よりはいそう、確かに。はい、わかりました。こんグッドイーばんブニング。はと言っはい。たんですね。はこんい。ばんは。ただ、普通、万国共通の言葉なんで、はい。当然返事返ってくるもんだと思うじゃないですか。そうですね。
はい、ちなみに、そのぐらい会話したところ、会話というか、そのぐらいこう話しかけたところで、相手の人が男性だってことぐらいは分かったんですか？わかりました。うん。わかりました。で、はい。うん、で、ちなみにグリーブニングって言いながらも、はい。銃口、ウージーの銃口は相手の目を狙ってたんです。嘘、マジですか？ そうですか。言葉とすごいですね。態度がもう全然、ちぐそはうでぐすですか。ね。はい。やっぱりね、はい。戦争映画を見すぎてこうなるんでしょうね。ああ、まあでも、ねえ、普段ね、やっぱサバイバルゲームやってるだけあって、なるほど。狙いながら、グッドイブニングと。はい。グリーブリー。うん。そうですなね。るほど。で、あ、訓あ、あ、練。いや、でも山本博さん、それは重要って書かれてます。ありがとうございます。ははは。いや、私にはすごく不思議な行動なんですけど、ちなみに、狙いながら、方には、あげようかなと思っている、パンとか入ってるリュックを背負ってるわけですか？もちろん、もちろん。はい、それまであって、差し出してないと。はい。フリーズじゃないですね。だから、手を挙げろっていうもんでもなかったん ではね。い、はい、相手もね、別に何もしてこないと、ぬぼーっと立ってる。でももう夜中というだけで十分怖いですけどね。そうですね。うん。それで、はい。ですね。それで、グリーブに行ったけど通用しない。あれ？って思ったんですよ。あれ？この人、日本語で言ってもダメで。英語、なん、英語。え、え、英語通、だから、英語、関西弁で言うと、英語通じひんの？みたいなね。なんでやねんみたいな感じじゃないですか。どうなってるんだろうと。で、おかしいなって考えて、でも、頭の中さ、その時、小川さんは構えてるんですよね。狙ってるんですよもちね。ろそれで相手が萎縮して、こうた声が出なくなってるとは思わなかったんですか？ん。普通だったですね。ああ、普通だったんですよ。そうなんですね。はい。それで、俺はイリカでバルーンって感じで、恐ろしいですね、それ。まあ、ほいで、アニョハセヨならきっと反応したに違いないって。そう、あれでね、で、そこで私、あと知ってる言葉って言ったらですね、ごめんなさい。どうしたんですか？おかしかったですいや、か？面白いです。そうですか？いや、なんかして、相手と、なんかね、なんかこう、会話というかですね、コミュニケーション取りたかったんで、僕、よくわかります。相手の人は動かないわけですね。逃げるわけで突っも立ってまない。すからね。それで、僕の方ずっと見てるんですけど、そっから動かないんですね、またね。殴りかかってくる様子もないし。それで、次に私知ってる言葉って言ったらですね、ニーハオって言葉ですね。それ、ニーハオでしょ？それから、グーテンダーク。そうなります。ほんで、私の、ぼ、え、どうしたんですか？いや、だって、打ったから倒れたから出てきたのに、大丈夫ですかとかいう確認じゃないんですね。ああ、余計となんか、か、だそから、ういうのではなく、次にはニーハオと。とか、だからとにかく、あと、グーテンダーク、それからボンジュールね。フランス語。だから、それぐらいしか言葉わかんないんですよね。あと、今ね、牛尾さん書かれとったアニョハセヨです。だから、韓国語ですよね。だから、あともう、こんだけ残された私の知ってる言葉は、こんだけしかないんですよ。だから、すぐ、次に、ニーハオの次に出した言葉っていうのは、だから、ほら、同じ肌の色だから、クムスタカナってこれ、あれじゃないですか、クムスタカナってこれ、フィリピンの言葉ですね。そうなんです当ね。時は知らなくて、クムスタカナ、マブティって言うんですね、その時はね。これ、ご機嫌いかがですかっていう意味なんですけどね。すいません、余談でした。それでですね、これで、アニオハシムニかって言ったんですよ。そうなんですよ。本当に言ったんですね。言った。だって、コミュニケーション取りたかったんで。いや、偉いじゃないですか。そしたら、相手が、えーってびっくりして、反応したんですか？反応して、そう。
ハングルに反応したと。はい。そう、って言って、えーって言ったんですね。はい。って言って、兄はしもに買ってたんですよ。返事し直した。はい。そこで、うわー、この人、朝鮮語しか喋れん人なんだと思っうんて、うん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 。驚いて、その持ってたリュックを相手にぶん投げて、え、投げたんですか？投げて、で、僕は、家の中に入ったんですよ。走って。家バレるじゃないですか。いや、まあ、でも、打った時点でバレてるじゃないですか。いや、そうですけど。でも、ね、打ったところもしかして見てない可能性もあるから。はい、なるほど。どうなんでしょうね。で、はい、それで、ちょっと考えて、冷静になって、さっき倒れてたっていうことはもしかしたら、怪我して、倒れてるどっかから逃げてきたんかなと思ったんですよ。それで、そう、リュック投げですね。はい。あれですね、ビーバップハイスクールのね、高校ヨダロエレジーでは、成田幹夫さんが盆栽投げましたけど、どうでもいい話ですね。どうでもいい話ですよ。面白いです。はい、なるほど。そう、小川タコス気分、一旦交代、そうです。一旦交代です。そう、おっしゃる通りです。そう、それで、古後ろ軍だからと話思をうんしますですけけど、ど、多国籍軍ですか？はい、なるほど。タコス気分、で、で、怪我してる人だったら、これ、助けないといけないと思ってね。もう、はい。いや、もうごめんなさい。で、ツッコミどころ満載ですね。満載なんですよもうね。ね、はい、はい。はい。みんな、で、リュック投げたのだから、に、一旦玄関入ったら、いや、怪我してるかもしれない。じゃあ、助けなきゃいけないと。優しさもある、優しさ小もあり川ます。翔。優しさも。はい、はい。なるほど。ビーバップハイスクール受けてもらってます。はい、ありがとうございます。はい。なるほど。はい。その後、じゃあ、もう一度戻るわけですか？それええー、ですかごまた、ーい。すごいですで、ね。ハートが強い。そうですか。それで、で、今度は次はですね、マグライトっていうね、知ってます？マグライトっていう全くわ懐か中ん電灯。ない。わかります。大きいマグライト。大きい、そうそう、殴殴れれるるようやつ。なやつですよね。単一が4つぐらい入るような、太いやつですね。だから今度、ウージーと、いや、小さなというか大きいやつです。一番大きいやつですね。マグライトの一番でかいやつ買ってて、ボギー中佐が、アメリカ警備員がぶん殴れる懐中電灯、そう、おっしゃる通り。確か、ターミネーター2で、病院のシーンで確か持ってましたね、警備員さんがそうね。でしたっけね。はい。なるほど。そう、小川タコスキ、体操サイさドせで直す。し、サイド前進で、そうなんです。それで、それで、今度は懐中電灯照らしながら、その現場に戻ったんですよ。ウージーはもちろん持ってますよ。氏も持ったままね。持ったまま、で、まあ、さっきぶん投げたからリュックはもうないと。で、片手に、ウージーで片手に懐中電灯ですね。殴れる懐中電灯持って、そんな大きいのがあるんだ。確かね、孫の手ぐらいの大きさですかね。すごいな。それでも長さがね、相手を照らしてやろうということですね。照らしてみて、見たんで、たんですけど、現場に戻ると、なんでそんなもんが家にあるんだろうって書いてます。八つ墓村って、八つ墓村なんですかね。まあ、でもね、まあすいません。それで、現場に戻って見ると、そこにはもう誰もいなかったし、リュックもなくなってたし、リュック持って行ったんですか？なるほど。持ってた。へそれで、マグライトって結構ね、照らせるんですよ。今のね、懐中電灯とはもう全然段違いですけど、当時ね、当時マだっグライたトっらて結明るい構ですよね。明るかった。で、しかもその、周りはもう本当街灯1個あったけど、結構暗かったんでですね、結構畑中こう照らせたんですけど、もう畑には誰も人もいなかったですね。じゃあもう、ガーショーはもう、することがなく戻ったわけですね。で、だから、この話ってですね、実はですね、私が経験した話のですね、本当、ちょっとした話ぐらいだったんですよ。
だから忘れてた話なんですよ。え、そんなすごい経験して忘れますか？はい。だから、これは、あの、拉致事件のことを知って、思い出したんですよ。で、ですね、ですね、今から、あ、それで、あ、この話って結構ですね、警察にも話したし、はい、当然調査会の方でね、あの特定失踪者問題調査会の方で、あのなんか一つでもなんかあの、ね、なんかあれば教えてくださいってことだったんで、これもちょっと報告はしたんですね。あ、そうそう。でバキバキは何だったんだろうねって、こう山猫さんご質問なんですけど、これはあのね、枯れたね枝を、の上を歩いてた音です。でも、まあ畑の、まあこの今ね映ってるこの工場は当時なかったわけですから、別に道路歩けばいいのに、なんでわざわざ畑。そう。でも畑に、はい、何かこう作物ってあなってたんですか？あのね、周りはあの、畑の周辺はね、3メートルぐらいの木が生えてたんですよ。それで真ん中にはねみかんの木が生えてました。ああ、冬ですから、はい、みかん。でそのみかんの木の周り、その外外周の周り中にはなんか どんな木が生えてましたね。畑って言っても、あの木がたくさん植わってるような畑だったんですね。なるほど、野菜の畑じゃなく、はい、あそうです。へえ、はい、で、あの、まあ、この話あとですね、ですね、広島県の元デカに話をしたら、まあ、工作員なら、あの、そんなヤワじゃないと。で、もし、あれが工作員なら、あんた、もしかしたら、ね、あの、殺されとったかもしれんよ、みたいなことは言われたんですけど、でも、一個考えたら、あの、僕、ウージーっていう銃をね、僕は持ってたのおもちゃですけど、まあ、向こうはおもちゃってわからないですもんね。思ってない。そうそうそう。しかも、いきなり撃たれてるしね。確かに。確かに。ね、はい。だから、相手は銃で撃たれたら自分の命もなくなるっていうところで、何にもしてこなかったんじゃないかなって思いましたね。で、これが、だから、これが、北朝鮮の工作員だったかどうかちょっとわかんないですよ。だけど、朝鮮半島に、ルーツを持つ人ってことは間違いなさそうですよね。間違いないし、しかも、日本で生活してない人ですよね、長年。日本語話せないとね。日本語話せないから。こんばんは、とかね、はい。どこから来たんですか。わかんないんですからね。そうそう。だから、これはだから、その、ね、外国上がってきた工作員が、なんでかしらけど、この辺りにおったんかなって。話なんですよね。いやはい。はい、不思議な話。その後、まあ、この、まあ、自宅前の畑に何かこう、不審な人が出るとかっていう噂が流れるとか、そんなんもなかったんですね。なかったし、私実はですね、だから、あれなんですよ。学校が姫路って言ったじゃないですか。あ、そっかそっか。冬休み終わって帰っちゃったから。あ、そうですね。で、ちなみに、その夜の出来事は次の日に、寝てたお父さんお母さん起きてるわけですから、いや、実はね、みたいな話はしなかったんですか？してないですね。しなかったんですね。ただ、サバイバルゲーム仲間にはその話はしました。だから、ね、私が拉致のことをね、やろうと思ったのが、平成21年なんでですね、それから、はい、そのサバイバルゲームしてた友達って、まあ、連絡先は知ってるけど、別に毎日連絡取るわけじゃないんで、ね、だから、久しぶりに電話してね、俺な、って高校の時にこんなことあったのって、お前喋ったよねって話したら、ああ、なんかお前喋ったことあるな、俺、みたいな感じで、それぐらい自分にとっては、忘れてた話だったんですよ。そうなんですね。いや、
これがね、昼間ならまだしも夜中の12時に。しかも、もっそう、と打もっとて打ばてよばよかっかった。た。そういそう。やいや、で、確か、で、結論としては、僕のやったことって、普通の生活し、普通に生活し、してるとやらない話じゃないですか。そうですね。ね、本当に本当ちっちゃい、小学校の時から戦争映画ばっかり見てて、サバイバルゲームしてて銃も持っててね。そう、サバイバルでも、そう、そこで、ね、ターミネーターだったり、ランボーが好きで、ね、拉致確かされに。たリュックには何が入ってたんでしょうって書いて、これ、だから、ドカジャンとパンが入ってたんです、牛尾さん。そのパンも持っていっちゃったんですね。袋パンも中に、そう、なんですよ。で、これがね、僕が、まあ、普通の人なら夜中外出ませんけど、いや、普通の人はもし、あんまり打たないですしね。どうなんやろう。まあでもすごい不思議な話ですね。日本の、例えば、月さん、普通に小学校でそうなんですよ。日本の中で、牛尾さんじゃない、ごめんなさい、小川さんのお家で、別に近くに空港があるとかでもないですよね。ないですね。はい。海は近くあるんですよ。海は近いと。海近いって言っても、1キロぐらいか。それで、近くに JFE があってね、外国人は来ますね。日本語が話せない状態で、日本にいるっていうのがものすごく不思議ですよね。不思議でしょ？それはすごく不思議です。だって、相手が最初から最後まで返事しなかったんだったら、前もあるじゃないですか。でもそうで違すうね。わけですね。なるほど。キャベツのしょ、あ、これが、あ、これ、これぐらいの暗さなんですよ。あ、これで、キャベツの所在地から離れてはるんですかって書いてるんですけど、これは、店の近くです。実家は店の近くですね。はい。で、仲間がいるはず。僕もそれ思いました。ほんで、赤いベレー、ワイルドギースってね、山本ヘルミさん、ありがとうございます。やっぱ好きなんですね、山本ヘルミさんね。戦争映画。今なら桃とかリンゴとかを夜中に盗む人の可能性、山猫ちゃん。なんかああ、ね、そうですね。外国人の人がメルカリとかで桃たくさん売ってたり、道路でなんか、トラックのね、荷台の桃を売ってたりとかしたみたいですね。じゃあ、もしかしたら、お腹減って畑だって分かって、いや。違うんですかいや、どうなんでしょう。でも、とにかくその、お腹が減ろうが何しようが、日本の、住宅地にいきなり日本語を話せない人がいるっていうのは、ちょっと考えられないですよね。ちょっと考えられないですね。一応普通の住宅街ですからね。駅のすぐそばとか空港のすぐそばだったら、着いたばっかりで何も話せないのかなっていうことも考えられるんですけど。そうですね。身なりはって書いて、全然、暗かったんで分かんなかったんです。でも黒っぽいってことですね。黒っぽい、ちょっとそれもね、記憶がないっていうかですね。だから、今のこのね、シェリーさん出してくださってる写真がこんな感じで、だから、真っ暗全です然分ね。かんない。確かに。フラッシュ焚いてね、撮ってるからこんな感じですけどね。そうですね。そうなんで不すよ。思議な話。でですね、匂いはって、匂いわかんないですね。ミーティングポイント、もしかしたらミーティング、実はですね、このミーティングポイントっていうのがちょっとね、あってですね、うちの近くに北朝鮮の方住んでらっしゃるんですよね。でも違うような気もするんですけどね。近くに住まれてる方は、北朝鮮っていうのは間の違いな方。いですか？っていう話なんですよ。で、ちょっとあんまり言わない方がいいですね。いえいえいえ。神戸もね、たくさんいらっしゃいますけどね。
これちなみに、朝鮮総連は、朝鮮総連もあるんですけど、うちから、3キロぐらい離れたところですね。まあでも、はい、やっぱり日本にいる朝鮮半島出身の人だったら日本語は話せますよ。あの、そうですね、発音がね、日本人とは全くね、ちょっと違って違和感あったり、ね、するでしょうけど、片言でありがとうとか、ね、ごめんねとか、こんにちは、こんばんはぐらいは、絶対知ってますよね。そうなんですよね。そうそう。だから、その、工作員かどうかちょっとわからないけど、例えば、日本にいない人が急に来たっていう可能性はなんか捨てきれない話でしたね。そうなんです、だからどっから来たんですかねって山猫さん書かれてるんですけど、本当どっから来たんでしょうね。でキャベツがアジトじゃないこと信じられなかった後ろさんなんか暴走が始まって、大丈夫ですから、はい、相手の人がその、すみません、もう一回、何でしたっけ、はい、こんにちはって言ったんでしたっけ、朝鮮語で。アンニョンハシムニカ。アンニョンハシムニカ。アンニョンハシムニカ、はい。アンニョンハセヨとは違うんですね。いや、ちょっと そこら辺がね、私は分かんない。すみません、私も知らないんですけど、はい、ごめんなさい。ええ、じゃあ、向こうも同じように、アンニョンハシムニカと。アンニョンハシム。はい。はい。って言ってから。って言って、アンニョンハシムニカって言ったんですよ。だって、っていうのがね、息を飲むってやつだったんですよ。うん。はーってあるでしょ。うん。あ、アンニョハセヨよりもかしこまった表現なんですね。アンニョハシムニカ。なるほど。あ、そうなんですか。はい。皆さん、ここでね、ですね、ちょっと推察してみて、これこうだったんじゃないのみたいな。何かね、そう、これだったら辻褄が合うよ、みたいなのがあったら、ぜひ小川さんに、Facebook のね、小川さんに、お伝えしてみてください。丁寧な表現、そうですね。だから、あれクムスタかなっていうのもあれですよね。これフィリピンの言葉ですごく丁寧な言葉なんですよね。そうなんですね。ちなみに小川さんに最後にちょっとお聞きしたいのが、はい、Facebook でこうやって小川博之って、はい、でカッコカッカってなってるじゃないですか。はいはい、はい、これはちょっとどうしてカッカなのかな、はい、っていうのをお聞きしたいんですけど。それもしかして牛さんから話聞いたんですか？何にも聞いてないです。前からなんでかなと思ってたんですけど。写真出しちゃえ。何のこと出しません。すいません。ちなみにあだ名ですか？そうですね。カッカって。はい。今そのコピーバンドしててですね。そうなんですか。はい、音楽やってたんですね。そうなんです。はい。それでカッカか。なるほど。写真もらっときゃよかった。牛尾さん持ってないんですか？持ってたらメッセンジャーで今送ってくる。なるほど。それはコピーバンドするときはメイクも、メイクって言ったらダメなんですね。悪魔の姿にはなるんですか？メイクじゃなくてね、はい、自分本来の姿に戻るんですよ。ね、ありそうですね。はい。はい。なるほど。はい、今はこれ、容姿の仮の姿なんでね。そういうことですね。はい。わかりました。なるほど。デーモン閣下の閣下でしたが、なるほど。はい。Facebook にかなりアップされてます。探しときます。はい。はい。そういうことですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。不思議な話。9月18日に8年ぶりにミサをしますってね。やるんですか？ 9 月来月に。9月18日に8年ぶりに。はい。はあ、い、そうなんですね。ちなみに、ボーカルでしょうか、はい、小川さんは。そう。閣下なんでね。なるほど。はい。面白いですね。ライブハウスか何かで やられるんですか？はい。そうです。ライブハウスで、ね。そうなんですね。はいはい、愚かな人間ども洗脳する。よかったら Facebook に上げていただくと、フレンド限定でもいいので、嬉しいです。あ、はい、わかりました。よろしくお願いします。あ、それでね、はい、ちょっと真面目な話させてください。はい、それでね、ですね、うん、私がその事件に遭遇したのは、はい、昭和64年か、平成元年か、このぐらいの時なんですけど、はい、
平成、あ、うん、昭和63年か、それぐらいの時ですけど、うん、64年なんですけど、うん、ですね、これから2年後の話になるんですけど、はい、私ちょっと写真で送ってて、女の人の顔写真写って立ってた写真があったと思うんですけど、あ、はいはい、紹介動画であった女の人の写真持って立ってた日の丸の前にじゃなくて、はい、あ、それは横田ご夫妻ですね。あ、いえ、これではないですか、これではなく、あ、そうそう、あ、これでいいですか、はい、はい、はい、ちょっとこれ紹介させてください。ですね、はい、この写真写ってる方はですね、はい、ですね、平成2年の12月13日に、はい、岡山県井原市で失踪された清水恵子さん。清水恵子さん、はい。はい、岡山県井原市なんですけど、はい、ちょっと、うちの家からね、車で20分ぐらいのところなんですよ。あ、岡山との県境だからですね、これ、まあ、岡山県のね、特定失踪者の方です。はい、そうです、この左、はい、左側の方、清水恵子さん。はい、清水恵子、はい。で、隣に映ってたのがですね、はい、妹の羽原美希子さんなんですけど、あ、なるほど、清水恵子さんの妹さ ん、はい、の妹さん、はい、そうなんです、僕と同い年なんですよ。あ、そうなんですね、はい、はい、で、ちょうど僕ね、同い年で、しかも、うん、僕が昔働いてた、はい、とこの近くで働いてたんですよ。あ、じゃあもうどっかですれ違ってるかもしれないぐらい、こう、そうなんですよ、ね、うん、行動範囲が同じようなところに、うん、そう、はい、飲み屋街の、飲み屋街の確かね、うん、ね、洋服のレンタル屋さんで働いてたって言ってたかな。そうなんですね。貸衣装屋さん。貸衣装屋さん。うん。はい。うん、はい。なんです。で、ですね、この、なんでこの話をしたかっていうとですね、うん、荒木先生から聞いた話ですよ。はい。これぐらいの時代に、うんうん、北朝鮮の金正恩体制が始まった時に、うんうん、李四保いうのがおったんですけど、はい、李四保ね、はい、この人が、うん、この岡山県井原市あたりにおったんじゃないかっていう情報っていうか噂があるって聞いてます。工作員、はい、日本の中に工作員が、はい、うん、有名な人なんですね。だからもしかするとね、もしかしたらその突っ立った人は李四保だったかもしれん可能性が、うんうんうん、もしくはその関係者、うん、わかんないですからね。なるほど、うん、はい、っていうことをちょっと荒木先生がお話しされてたんで、あ、はい、ありがとうございます。李四保、はい、出てきましたね、はい、うん、ね、ポイントさん、ちょっとあれですね、それじゃなくてね、うん、李ひでまであってもほがヒロじゃなくてね、うん、ちょっと字がちょっとわかんないですけど、はい、うんうんうん、ナンバー6だったかな、さっきテンポイドさんが書かれた、ね、書かれたのは政治家さんの方みたいですね。ああ、うん、はい、いうことで、で、うん、こういうことがあったっていうことはやっぱりちょっとね、あ、そうです、ポイントさん、それ合ってます、これですね、うん、素晴らしいですね、皆さんこうやってこうメッセージダイレクトに送ってくるのがすぐ分かるんですね。ね、はい、もうでもまだ皆さん本当に詳しくて、うん、気も助けていただいて、はい、はい、はい、ありがとうございます。あ、ドイツ人物なんだ。あ、そうなんだ。ドイツ人物なの。はい、そうなんですね。はい、と、うん、はい、いうことで、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんかお話が聞けて、なんかね、いや、なんかやっとお話が聞けたのは、なんて言うんですかね。もやもやしてたのはすっとしたんですけど、聞いてしまうと聞いてしまった後、なんかやっぱり何だったんだろうっていうの残りますよね。そうですね、もやもやがまた違う意味で残りますね。そうですね、どう考えても不思議ですね、うん、不思議な話でしょ、うん、すごく不思議です、うん、だから工作員じゃなかったかもしれんたら工作員じゃなかったかもしれんし、うんうん、でも、うん、明らかにその日本のまあ、うん、そんなね、大都会とかでもないし、住宅地の中に日本語話せない人が、畑の中にズボーっと立ってる、うん、立ってたとか、ズボン、音をバキバキ鳴らしながら歩いてたって、なんかやっぱ不思議な話ですね。
あと、週末ですよね、気味本当ね。悪いですよね、やっぱり。小川さんの、その人に対して やったことっていうのはなかなかちょっと面白かったんですけど、打っちゃったりとか、リュックにね、パンとかね、ドカちゃん入れて私に行ったり、でも私に行くんでも銃を構えたままっていうのも、なかなかね、すみません、牛尾さんから、ウィキペディア情報なんですね、引用法っていうのはね、ありがとうございます。それで、ね、あ、そう、牛尾さんのおかげでね、こう、ね、シェリーさん紹介してくださったおかげで、嬉しかったです。ありがとうございます。この聞け話ていがた広だがけりて。ました。嬉しかったです。本当に。ありがとうはい。牛尾さん、ありがとうございました。もう今日、小川さんに貴重なね、お話を聞かせていただけて。これね、牛尾さんと写ってる写真。これ牛尾さんとね、写ってる写真です。神山神社さんの方に、お掃亀山除さのん、はい、方そうに、なんです。行かれた時ですかこれはね。そう、そう、清掃に行った時に、偉いです写ね。した写真。ありがとうございます。で、そう、そこでね、これちょっと最後にね、みんなにちょっとおすすめの映画というかですね、見てほしどうぞ。い、映画があるんですよ。山本ひろみさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。初めて山本ひろみさんね、昔からチャンネル桜見て知ってたんですけど、こんな形でコンタクトがね、取れるとここ思わでず。つながるというね。ももう、う、大変これです。ですね、アメリカの映画なんですけど、地獄の七人という映画があるんですよ。多分これ聞いてる方は何人かは知ってるぞって多分なると思うんですけど、知ってるぞってまだ上がりませんね。ですね、これ何の映画かっていうとですね、アメリカってベトナム戦争を戦ったじゃないですか。ベトナム戦争終わった後ね、米兵がね、現地に残ったまんまね、置き去りにされて帰っちゃったんですって。で、アメリカの政府がですね、いつまでたっても、あったってからね、多分すぐ探されたんですね。これ、アメリカの政府が動かないからっていうところで、囚われた、息子さんが帰ってきてないお父さんがね、ジン・ハックマンなんですけど、ジン・ハックマンが、ですね、もう一人、息子さんが帰ってこないっていうね、ガソリン、石油会社の、山本ひろみさん見てますっていう、石油会社の、ね、社長さんからお金出資してもらって、その元のベトナム機関兵と、あとですね、お父さんだったかがそのベトナムで墜落して行方不明になったまんまっていう設定の、パトリック・スウェイズってわかります？いや、もうごめんなさい、わからないです。ゴースト、ゴースト。映画ゴースト、ミーア・ゴーストのもう、星。わかります、わかります。主人公がパトリック・スウェイズって言うんですけど、パトリック・スウェイズがこう加わって、実際にね、そのベトナムにね、潜入して、ラオスだったかな、に潜入して、子供を取り返しに行くっていう映画なんですよ。これ、僕ね、高校の時見てたんですけど、なんかこれ、なんかね、拉致被害者救出とちょっとこう、関係してくるんじゃないかなと。だってね、アメリカ政府が助けないから、自分たちが施設の軍隊でを持って、ね、現地に潜入して、息子を取り返しに行くっていう映画なんですよね。そうなんですね。見てないので、ぜひ見たいと思います。ちょっと拉致被害者奪還を彷彿とさせるようそうでなすね。映画だだからとこいうこれ、とです。その見つけるにあたって、その相手からこうだ、出ましたね、地獄の死に。一応出せました。ありがとうございます。いえいこれえ。です、これです。はい。ちょっと上のとこアップにしましょうか。もうちょっと見やすいように字が。これぐらいで見えます？そう、40年前、そうです。40年前の、そうで40す、年前、40年前なそんですっかね。か。これ、ぜひ見てください。見たいと思います。ありがとうございます。教えていただいて。へえ。だから、シェリーさん、小川閣下は DVD 1000枚軽くお持ちですよ。アダルトって書いてますね。
そんなに映画も好きなんですね。映画すごいですね。だからテレビ見ないだけ、やっぱり映画めちゃくちゃ、まあ、戦争映画ばっかりですね。そうですか。ベトナム戦争から10年経っても、アメリカの捕虜が解放されず、政府から見放され、捕らえた息子を救出するしかないと決意した父親。あ、じゃあもうベトナム戦争終戦してから10年経ってるのに息子が帰ってこないから、現地に取り戻しに行くという話。あ、確かに拉致被害者の救出みたいな話ですね。現地に行くんですね。へえ、ぜひ見たいと思います。ありがとうございます。これもぜひ見て、そのなんかこれ多分ね、すごくこう、なんていうんですかね、本当に取り返しに行くときって、こういうのをやっぱり参考にというかですね、ああ、なるほど。はい。まあ、みんなでね、こういう映画見て、なんていうんですかね、イメージ沸かしてですね、このね、奪還するときはこういうふうにやればいいんじゃないかっていうのをこう、イメージ沸かしてもらいたいですね。ねえ、今見たんですけど、ジーン・ハックマンに泣かされたとかいう口コミあるんですけど、ジーン・ハックマンがもう92歳なんです。92歳ですか、もう、はい。というかね、あのね、高校生の時にね、映画見て泣くってないんですけど、泣きましたからね、僕。あ、そうですか。ぜひ皆さん。最後の言葉出ちゃうんですよ。あ、なるほど。金曜ロードショーでもやってたんですが、へえ、そうなんですね。はい。ぜひ皆さん見てください。良さそうな映画ね。ぜひ。今何で見れるのかな。でもね、僕ちょっと、こうでね、戦争映画ばっかり見てましたけど、こうやってこう、拉致被害者救出のね、なんかちょっとお役に立てたこと、ちょっとうれしく思いますあ、とし、んでもないです。また出てください。これおで、願いしあ、ます。じゃあ、この間、次のネタ、また考えてもらって。でもね、このね、拉致被害者奪還のツイキャスもね、こうやってずっと続けてらっしゃるということは、もう絶対にこの北朝鮮拉致被害者のね、救出に絶対大きな力になると思うのでですね、いえいえ、今後もう。ともね、頑張ってください。あ、頑張ります。もちろん、頑張ります。で、私、多分、近いんでね、住んでるところも。ぜひ、小川さんにまたね、早くお会いしたいなと思います。もう、牛尾さんにもお会いしたいですし。そうですね、ありがとうございます。ありがとうじございゃあ、ます、いつも。こうですね、牛尾さんと、シェリーさんと、クレーに行くっていう感じあ、で。いいですね。ぜひぜひ、実現できるように。潜水艦が目の前で見れるんですよ。あ、いいですね。私、クレーの、その、ね、さっき、山猫ちゃん書いてたんかな？クレでね、港巡りみたいなやつがあるんですかね。そうです。それまだやれてないので、横須賀ではやったんですけど、横須賀いいですね。アメリカ海軍の艦艇が見れるんクでレね。ね、行きたいです。ぜひぜひ。で、部長さん、すいません。一緒に行きましょうね。ね、本当ですね。ぜひぜひよろしくお願いします。運転していきますので。ありがとうございます。お母さん、お疲れ様でした。ありが楽としうございかっましたた。です。また、よかったら本当に出てください、お話。わかりまし楽た。しかったです。ありがとうございます。牛尾すいさまんせん。のおありがとうご写真にざいまし戻した。て。これね、横田ボギーささんん、も月さんも、ご夫婦と。山猫さんも、ありがとうございました。おテリー疲さんもれありがとうご様ざいでます。した。じゃあ、ありがとうございます。またよろしくお願いしまます。す。またよろしくお願いします。お疲れ様ですしみません。皆た。さんお疲れ様でした。ありがありがとう。とうございま山本しゆみさん、ありがた。とうございました。英樹さんも、コシさんもありがとうごありざいがます。とうございます。また来てください。ポイントさんもいろいろと、ありがとう。ジーさんも、ねありがとうございえ、ます。あ竹りが本とうさんごも、ざいます。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうありごがざとういまございす。ましまた。た来てください。お疲れ様失礼でしします。た。小川さんのお話、楽しかったです。本当にありがとうございます。お話お上手ですね。小川さんね、去年1年前の安岡井チャンネルの YouTube にね、出られてますよ。恵みへの誓いがね、試写会、広島の方であった時に、まだよかった。ね、安岡チャンネルに随分出ていらっしゃるので、ぜひ、こんな感じかーって、そこでね、小川さん途中でね、カツラかぶられたりとかして、ね、面白かったですよ。見せていただきました。来週はですね、ちょっと意外かもしれないんですが、今年初になります。スクーカ兵庫の、
私もいつもお世話になっております永瀬武先生にご出演していただきます。で、兵庫県では拉致問題の、まあ、なんて言うんですかね、啓蒙啓発に役立てようということで、あの高校生の、まあ、現役のね高校生の、生徒さんに出ていただいて、まあ、拉致問題をどうやって広めていったらいいかなみたいな、動画の作成をしていたり、あとスクガイ兵庫さんでは最近あのスクガイ兵庫だよりという、出るかな、あこれでもいいかな、あこれじゃないな、なんかねそういうスクガイ兵庫が出してる出ないかな、月さんに渡すときに、あれ、あそっかそっか、こっちのスマホやな、永瀬先生からそういうあのスクガイ兵庫さんでね新しい取り組みをされているっていうことについてもお話をお伺いしたいなと思ってますし、またそうですね、まあ、いろんなことを今年に入ってからもありましたけど、永瀬先生の考える、安全保障問題についてなんかもねお聞きしたいなと思っております。こうやってまだ出ないかな、あ出た、でですねもう一つ、月さん、あのスクガイ埼玉さんの県民集会についてお願いします。明日までね申し込み、明日着になるんですが、着というかお電話番号とメールアドレスですね、明日までに、申し込みをしていただけますと県民集会参加していただけますので、スクガイ埼玉さんの県民集会9月のいつだっけ、ちょっとそれもギャラリーだそうか、あれ月さんちょっと今探してる感じですか、これだ、9月の17日ですね、はい、ありがとうございます、土曜日になります。1時から4時まで映画のね恵みへの誓いの上映もあります。で、飯塚浩一郎さんも来られますし、恵みへの誓いの監督信志翔さんも来られます。明日までの申し込みになってます。8月22日までですね。はい。申し込みアドレスが、あ、そう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 、これこれこれ。これ、コピーして。あ、長くて貼れない。下の方だけでいいよ。ここから削ろうか。もしかしたら申し込み、じゃあ明日しようっていう人もいるかもしれないから、一応。はい、これですね。8月22日必着、電話番号 090-8815-4986 です。で、メールアドレスは、orion.fox@orange.0.jp となってます。あ、なるほど。携帯にショートメールでも大丈夫ということです。090-8815-4986。かけ間違いのないように、明日まで申し込みしていただけたら、埼玉県民の集いに、参加していただけます。そうやね、URL から飛べるね。はい。来週はね、永瀬武先生にお話を伺います。まあ、兵庫県のこれからの取り組みとかですね、まあ、スクガイ兵庫さんのね、まあ、これからの取り組みだったり、まあ、このね、クリミアじゃないや、ウクライナのね、方へ、ロシアからの侵攻も約半年というふうに、なりました。まあ、日本の安全保障問題についても永瀬先生にお話をお伺いしたいなと思います。スクガイ代表の方がね続きますね、小川さんの写真に戻して、小川さん本当に楽しかったです、ありがとうございました。今日の配信終わりたいと思います。
皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。迎えに行くよ。